はい、どうも皆さんこんばんは、本日も RPNP の時間がやってまいりました。わーい、お待たせいたしました。どん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 、イエーイ。はい、はい、というわけでですね、本日も、パーソナリティは私マウルとあやねと微妙にどこからいい素敵なちぃりちゃんだよ。わー、素敵なちぃりちゃんです。はい、本日も、この3人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。バブバブ。待って待って、私さ、だいたいね、この配信が始まってからこの待機欄をこうなんかいつも見ることになるんですけど、皆さんすごいなんか何、待機がすごい。アークトメタターサル待機、10代の劇的な体重増加率待機、脊椎スカスカ待機もうなんかすごい。だからこのさ、恐竜ネタで話すの怖かったんだよね。もう絶対有識者の人がすごい集ってくるのがもう分かるよ。これらはあれなんですか、こう恐竜系の何か呪文なんですか、これは。ね、例えばマノスポンディルスとか、ここら辺は全部、うん、ティラノサウルスの別名とかなんですね。10代の増加率、これは多分違う。これは違う。何かのあのティラノを示す隠語か何かでか、何かかと思いましたけど、ティラノの別名が何かかと思いました。ぐわー、陣長さん、何ヶ月か前にティラノサウルス解体新書を読んだんで予習はバッチリです。あ、ぐわーし。ごめんなさい、とは言ったけど、ごめんなさい、バッチリと言ったのは嘘です。本当は何もか忘れてました。どっちなんだ。はい、というわけでですね、皆さんいつも本当に待機ありがとうございます。猫さん、ファイさん、ジュセンさん、ドゥーチェさん、尋常暖炉さん、どうも、待機ありがとうございます。そしてギガコさん、卵屋の化石さん、トドスケさん、ミャオさん、皆さん、アツキさん、こんばんは。アイスボックさんもこんばんは。はい、というわけでね、本日は実はですね、私なんか RPNP を始めて最近気がついたんですけど、よくよく考えると実は恐竜界ってそんなにやってないんですよね。なんかそう、なんか本当にさ、一番最初の頃に、じゃあ今日はドラマやサイレスとかについて話しますみたいなさ、ものすごい最初の頃にチラッとだけやっただけで、本当にそのもう丸々一回恐竜会だみたいなの実はやったことがなかったから、まあ今日はね、そこら辺とかを話していけたらいいなというふうに思っているのであった。丸。確かに、なんかさ、振り返るとさ、古生物が多いよね、やっぱり、なんやかんやで。この前も古生物だったしさ、そう、なんかね、やっぱりなんか古生物をやっぱりなんか紹介したくなっちゃうみたいな。恐竜ってさ、なんかやっぱりみんなね、詳しいよ、ある程度みんな知ってて、みんな詳しいから、なんかこう逆になんかそんななんかネタになるのかななんていう風にこうなんか思ってしまいがちなところなんですけれども、でもなんかさ、恐竜もやっぱり立派な古生物なところなので、でしかもなんかすごく面白い、分類群なのは間違いないから、まあ、やっぱり恐竜の話もこれからちょっと入れていけたらいいなという風な感じであるのだった。ついに、なるほど、そう、そして、千鳥さんとゆいのひろさんもこんばんは。ね、中世代会がまあまあレア。うん、そうかも、それは本当にそうですね。あんまり中世代の話してなかったな。始祖鳥の時とかがまあね、一応中世代だし、まあ、一番恐竜に近いといえば近いというか、恐竜というかなんていうかって感じだけどね。そう、なんですけれどもですね、まあ、今日はそんな感じでティラノサウルススペシャル第1回そう、っていうのもこれな、絶対に1回じゃ終わらんのよおそらく終わらんのよ。なので、まあ、なんか、まあ、初回じゃないんだけど、まあ、その一部分、今日は話しますよというところで第1回というふうに、名付けておいたのであったまる。ね、あ、そしてこんばんは、ミオセルマさん、こんばんはです。初見ですというところでありがとうございます。ミオセルマさん、ね、だね。なんかすごい、名前からしてすごくこう生物っぽい名前であるけれども。ね、というわけでですね、本日はなんか古生物マニアの方におかれましては、なんかお手柔らかに見ていただけるとありがたいなと、思いつつお話ししていきたいと思うので、あった、わーい、わーい、組み入れるんだ、ブシブシ、やめろやめるんだ、死んでしまう、マウルが死んでしまうぞ、うわー。なんかね、大変なんですよ。ティラノサウルスの方もさ、なんか改めて調べながら、あって思ったんだけどね、ここのね、
コロナ明けたじゃないですか、あの、まあ、だいぶ、はい、あのでね、うん、でコロナの間さ、研究者の人は何をしていたと思います？そう、研究ですね。そう、コロナの間、あのなんか引きこもっている間にみんな何をしてたかっていうと研究なんですよ。あのというわけでコロナ明けになりまして、あの大きな論文がバン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 上がってきている。そんな昨今、それが2023年なわけですね。あのなので2022年から2023年にかけていろんな論文が出ていて、あのティラノサウルスにおかれましてもかなり大きな改変が改変、うん、改変というか、そのあ、こんな説が出てるんだね、うん、なるほどみたいなのが実はありまして、あのこれをね全部1回で話し切るのは到底無理、そしてあの資料を作るのも無理って思いながら今日ああガタガタガタって準備をしていたマウルでした。うん、でも今日はさ、あれなの、その新しい知見を一部お話しいただけるみたいな感じのところはあるですか？そうですね、あの、うん、一部あのそうですね、ある程度だけど、あの、まあ、お話できるんじゃないかなというふうに思います、うん、やば、これさ、うん、あれやん、あの、うん、まあ、いわゆる割とさ、ティラノサウルス最新情報配信みたいなもんじゃないですか、それつまりは。でもやめて、ね、そんなにがっつり調べてない。全然そうじゃない、全然そうじゃない、全然最新じゃない。もしかしたら、よかったら最新かなぐらいのところにしておこう、うんね、最新情報かもねみたいなね、うん、そう、かも、かっぽかもねでいこう、うん、ね、あの、あ、でもね、デューチェさんもなんか歴史学もですっていうふうにおっしゃってるけど、そうだよね、多分なんかどの研究分野も絶対そうだと思うんですけど、あのなんかコロナが明けましておめでとうって言ってみんなバサバサってその間の研究者みたいな感じのがね出てき始めてるんじゃないかと思いますけれどもね。そうですね、というわけで、あの今日はティラノサウルスの話っていうのをメインにしていくつもりなんですけれども、その前に、ちょっとですね、あの発表することがありますので、そちらの方から見てまいりましょう。はい、どどん、こちらでございます。今ですね、あのこの1ヶ月間、我々すこやか VTuber という、企画をやっておりまして、VTuber の皆と、はい、そしてですね、あのリスナーの皆さんで、一緒にこう歩いて歩数を競っている、という風なですね、企画をやっておりますので、一番最初ちょっとねそこから入っていきたいと思います。イエイ、はい、というわけでもうね、なんとあの第3週の結果発表というところでね、もう実はもう終わりそうなところなんですね。あのすこやか VTuber もやばいやばいやばい、やばいですよ、やばいですよ、ちょっとなんか全然歩けてないので、あの明日とかね、ちょっと私あの再ラストスパートをかけなければならないかもしれないかもしれないというところでございます。そう、でですね、まあ、なんか第3週あのなんか、みんなどんな感じで歩いているのかというのを見ていきますと第3週は、なんと、第1位は、ちえりちゃん、第2位がメルさんで、第3位が千鳥さんというところですね。あのなんとちえりちゃんが1位です。すごい、おめでとうございます。取りな、取りな、今取って、あのちえりが取りな、まずな、あのそうで、すごいのがさ、はい、そのなんかあのいつもすごいモンスターのように歩いているメルさんと、あのなんか、ずっとあのなんかあの地蔵のようにずっと歩き続けているなんか千鳥さん の, そ の, あの上を行くって、地蔵のようにまあでもさ、うん、いつかはいつかはこういう時が来ると私は思ってたすごく今すごくドヤ顔をしています。はい、でそれですね、あの1日最大あの歩数部門っていうところでも、あの、まあ、1位がメルさんで、あの、まあ、2万4000歩、で2位が長野さんなんですね。長野さんが、1万9799というところで、すごいすごいすごい、2万歩近く実は長野さんが歩いてる日があって、でそれでさらに第3位はちえりちゃんで1万7000歩、はい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 、すごいすごい、あの本当にちえりちゃんすごい、うん、みんなお見上げがすごい、みんなおめでとう、ありがとう。このまま多分私1位取るから、うん、で、そう、あのでですね、まあ、歩数増加率とかも見ていきますと、あのあと第1位はクーロ君で、あのクーロ君もあのですね、あの、うんうん、ラストスパートに向けてあのすごく歩いていた 2.3 倍、あらー、で長野さんもあの 1.3 倍だし、あの、K さんも 1.2 倍ということで、 K さんもあれですよね、そのなんかあのおそらくあのだんだんこうラストスパートに向けて歩き始めたんだなというのがここからも見て取れるというふうな形になっております、うん、はい、というわけでですね、あの第3週時点の総合得点はこのような感じで、メルさんがぶっちぎりの13点なんですけれどもあのでもあのですね、あのいつも歩いているあやねさんとあの千鳥があのやっぱりこうなんか7点で非常にこう高くて、うんうんうん、であのここですね、あのなんかあのキラコ、マウル、あの長野さん、あのクーロくん、ちえりちゃんとかがあの4ポイントとかにこうなんかあの何気になって、わ かんないよ、これこれこれちょっとここからどうなるかわかんないね、うん、確かに、そうなんですよね、あのね、あのこのね最終週とかでもしかすると覆っていくかもしれないかもしれないというかも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 、ま
負けてられるか、そうですね本当にね、いや、あというわけでですね、第3週、このような形になってまいりました。イエーイイエーイね、そうというわけでですね、まあ、皆さん残りの期間も、ぜひぜひちょっと健やかに歩いていっていただければなというふうに思います。はい、ちょっと今週チエリの週だったね、うん、みんな。あ、でもそうだね、本当になんかチエリ、うん、こんなにたくさん歩いてるとはさすがでございます、うん、まあ、ちょっと自分でも意外だったな自分でも意外だったな。でもそうですね、寒くなってきたからさ、外歩きづらいよね。なんか皆さんもちょっとですね、健康に気をつけつつ、なんか無理せず歩いていただければなというふうな感じでした。ですです。まあ最後までね、健康でいきましょうって感じだね、うん、行きましょうはい、というわけですね、簡単なんですけれども、ここまで、健やか VTuber の経過報告でした。ではでは、続きましてティラノサウルススペシャルいってみよう。はいはい、マオルさん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 、もしよければなんですけど、 はい、おそらくねリスナーさんもやあるんだよね、リスナーさん。そうなんだよね、リスナーさんのやつが、うん、リスナーさんのやつが、うん、ちょっと今なんか手元に資料がないんだけど、ちょっとなんか資料って出る、あ、出る、ちょっと待ってね、うん、少々お待ちください。ではここでちえりちゃんの本日食べた夕ご飯の話を聞いていきたいと思います。ちえりくん、今日食べたのは、うん、まずね、うん、朝ごはんにチーズオムライス食べました。ちょっと待って、ちょっと待って、朝ごはん重くない？続けて、うん、うん、朝ごはんにチーズオムライス食べて、うん、お昼夕方あたりに、うん、外食に行ったのね。はい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 、いいじゃない、うんうん、外食行くと、うん、ちょうどそこのメニューにチーズオムレツがあったわけ。待ってねえ待って、うん、それで、うん、わあチーズオムレツあるじゃん、これ頼もうと思ったんだよね。思った一瞬ね、うむうむ思った、うむうむ、でも、うん、朝ごはんチーズオムライスで、うん、お昼にチーズオムレツはさすがに、あ、最近ね、ちょっとね、健康診断もね、再検査になって、ちょっと健康やばいかなって思ってね。健やかに生きてほしいですね。うんうん。だからちょっと、踏みとどまったわけ。踏みとど、あ、偉いじゃん。うんうん。よしよしよし。いや、ここでチーズ卵が過剰だぞと。うん。確かに。というわけで、うん、我慢して、うん、もこもこ丼食べました。そっか、偉い。よかった。ロコモコしたか。ちゃんとね、うんうん。ロコモコ丼にちゃんと野菜が添えられていたよそうですね、まあ、ちょっとですね、リスナーの皆さんにぜひちょっとお聞きしたいのが、リス君に野菜を食べさせる方法というところもぜひちょっとお聞きしていきたい。そうだね、出されたら食べるよ、出されたら食べる、出されたら食べる、なるほどね、うん、まあ、確かに。でもチーズオムレツと野菜が並んでたらどっち食べる？チーズオムレツだだよねだよね、うんうん、分かりきってたよ、ね、分かりきってた、分かりきって、うん、そうだねそうだね、確かに、うん、確かに、まあ、でも言うて私も今日野菜は確かに食べてなくて、なんか夕方になんかラーメンを食べた以上っていう感じですね。じゃああれじゃん、今日のところは食生活はチエリの方が勝ちってことね。ちょっと待ってそれすごい納得いかねえ、うーん、これ全然納得いかない、なんだろうなこれ全然納得いかないですよチエリさん、それはなんか今日のところはチエリの方が健やか VTuber 食編も勝ちということで。本当かな、本当かな、じゃあちょっと待って、なんか、あ、さん、はい、うん、はい、素材のところに置いておりま す、 あ、 ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。素晴らしい、さすがでございます。ドゥ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 、少々お待ちくださいね、よいしょ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 、わい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 、よいしょ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 ね、そうですね、まあ、この企画でですね、一般参加というところで、リスナーの皆さんにも実は結果を記入していただいておりまして、ちょっと待ってやばい、今なんか今結果発表見てるんだけど、ちょっとなんかクリちゃんの仲間入りしとる人おるな、おるおるよ、今回すごいんだよ、そうそうそう、今回はなので、うん、ぜひぜひ、うんうん、やばいやばい、なるほどね、なるほどクリちゃんの仲間入りですって人がいます。そ
仲間入りあのクリーチャー仲間入りってなんだっていう感じことなんですけれども、あの、まあ、実はですね、このなんかあの歩数企画っていうのを、まあ、やっているうちにあの分かったこととしては、あの1日にですね、あの、まあ、なんか数万歩以上歩く人たちが、いると、いうことなんですね。あの数万歩です、数万歩、数万歩、そう、数万ってどういうこと？1日にです。あのこれは合計とかではなく、1日になんかあの最高何歩だっけ、あの7万8万か、はい、万、最高8万歩あの歩いた、ね、あの方とかがいらっしゃるんですけれども、あのどうやらそれの仲間入りをあのリスナーの方もしているというところで、やめるの、人間で、人間でいてくれ、人間で頼む、うん、みんな大丈夫、あのでもいっか、あの健やかというわけでいってみましょう。ですね、リスナーの、皆さんの、結果発表こちらでございます。まずはこの方、ドドンというわけでとどすけさんです、最大歩数更新中、歩数増加率も 1.36、 あ、これすごい伸びてるな、すごいすごい、伸ばすのすごいんだよね、普通に、うんうん、そう、そしてとどすけさんは第1週からずっと気にしてくださってるから、この継続力が素晴らしいというところでございますね。そう、さすがです、うん、でもさ、あのこっちサイドはなんかたまに記入しないやついるもんね、ずっと。あ、そうですね、あのなんかいつもあの記入が遅れて、あのなんかあのしどりさんに怒られるっていうのがこうなんか毎回こう発生しているところなんですけれども、それは最終週は忘れずに記入していこうなというわけで、お次はこの方でございます。どどん、作蔵さん、1日最大歩数、46,843歩、クリーチャーの仲間入りです。クリーチャーの仲間入りです、ウケるんだよな。おめでとうございます。どういうこと、何があったんですか、作蔵さん。すごいよ、4万って、え、うん、え、なんか V の方も超えてるよね、余裕で。あの4万は、これは数時間以上歩かないとこの歩数にはならん。そうね、絶対ならない、うん、わわわわわ、しかもそのあ歩くのをずっとそれだけやり続けないとこの歩数にはならんのよな、なんか。っていうことは、それをやったってことですね。おめでとうございます。おめでとうございます。立派なクリーチャーの仲間入りで、すごいな、よく歩きましたね。はい、というわけで、あの立派なクリーチャーのあの仲間入り、作蔵さんでした、ありがとうございます。そう、そして、最後はこの方でございます。マシマシさんです。3週連続歩数増加率が 1.0 倍以上ということで、素晴らしく健やかです。ずっと歩数を要は保ち続けて歩いてくださっているという風な状態ですね。すごい、それはすごいわ、本当、うん、いや、なんかこう今回リスナーさんもガンガン頑張ってくれて素晴らしいですね、これ、うん、いや本当にそうでございますね、うん、めっちゃ本当にね、あの本当にね、あのまあ、なんかですね、やっぱりこの1ヶ月っていう、あの、まあ、割と長期にわたってやるものなので、あの、まあ、自分のペースでね、こうなんか続けていただくっていうのがとっても大事だと思うんですけども、うんうん、こちらあのご記入いただいた皆さん、本当にありがとうございました。あのこれ続けてるのがまず偉い、本当に偉い、本当に偉い、わかる、うん、そうで、あの増加率をあのなんか 1.0 倍以上に保ち続けるっていうだけで結構大変なことだと思うんで、本当に素晴らしいことだと思います。あとね、あの残り本当にあの少しなんですけれども、最後まで頑張っていきましょうというところで、いきましょう、イエーイ。はい、というわけで、健やかに生きていきたい我々でございますね。え、じゃあ、そんなところをね、あの踏まえた上で、本日のテーマに入ってまいりましょう。はい、というわけでですね、まあ、マウルの部屋に移動してきたわけでございます。はい、というわけなんですけれども、ね、あのちょっとすはい、じゃあまあ今日はこんなわけで、あのティラノのお話をねしていこうとしているわけでございますよ、チエリ君。うん、うむ、なんだけどさ、なんかあのそうね、最初にまずなんか聞いていこうかなっていう感じなんだけど、あのティラノサウルスってさ、なんかお二人はどんな感じのイメージとかさ、なんか見たことあるとかないとかって、なんかどんな感じ？そうね、ちょっとね、うんうん、遠い昔のことすぎてちょっと記憶があんまりないんだけど、うんうんうん、昔ね、ティラノサウルスに会ったような気がするわ。いいですね。え、なんか最近会ってない？最近会ってない？最近ね、なんか絶滅したらしくって。そうですね、あ、まあ、そうですね、ティラノサウルスにおかれましては確かにちょっと絶滅されているあのものではありますね。確かに確かに、それはそう。やっぱり、うん、そうそうそう、最近姿見ないと思ってたのよ。それはそう。それはそう。それはそう。ね、いやでもね、なんかでっかくて、うん、牙がギョロってして、うん、まあ割とね、
まあそこそこちょっとこわもてかなみたいな感じでしたね。ああでもそうだよね、そうだよね、あのイメージは、うんうん、あのすごく合ってるのかなという風な感じ、うんうん、まあ、とにかく大きいっていうイメージと、あとはなんかこわもてというかなんかすごい牙生えてるなみたいな感じのイメージとっていうのはあるかなという風に思います、うんうん、あるある。そう、あいつ最近姿見ないと思ったら絶滅してたのか、ね、うん、あのところでさ、なんかあやねさん、あの小さき人はティラノサウルスはご存知でございますか？あのね、うん、分かってない。あ、多分なんか大きい、うん、大きくて牙がいっぱいある恐竜っていうイメージだと思う。うん、でもそうだよね、そうだよね。あの、まあ、でもなんかあの、まあ、恐竜といえばティラノサウルスぐらい の、 あの感じのすごく代表的なものだから多分、ね、うんうん、あの近いうちにぜひあの小さき人もティラノサウルスを覚えてくれるように。小さき人はさ実は今サカバンバスピスなんだよ。な、えー、そっち。そうだ、なんかあのこの前さテレビでさサカバンバスピスのグッズが出たみたいな感じのやっとって、うんうん、それでも覚えてしまって、うん、なんかシャカバンバスピスみたいな感じで言ってました。待って、今の子たち、今の子たちはティラノサウルスを覚えるよりも先にサカバンバスピスを覚えるってことすごいね。それなるほどな、やるよ、うん、それはそれは、ね、さあ結構流れみたいなもんやね、これはね、うん、ね、いや本当に本当に面白いですね。あ、そしてあのジョエルさんもいらっしゃってる、こんばんは、これは地質学的時間感覚チエリのことだな。面白いね。なんかさ、あのそういう流行りの古生物とかがあるとさ、なんか子供たちが名前覚えるのはめちゃめちゃ面白いなって思います。みんなもあの大人も覚える、それでさ子供がわーわー言うと大人も覚えるからさ、あなんかこの流れあるよなって思いました、うん、あるある、ね、サカバンバスピスヘルシンキの姿、そうだね、あれはヘルシンキの姿ね。サカバンバスピスって世界で流行ってるんですか？流行ってるみたいですよ、チエリ君。なんかマジか、まだ、ね、ネット流行語にも入ってた記憶。あ、そうなの？え、すごく、なんか、ネット流行語。なんか嬉しくなっちゃいますね。なんかちょっと酒場バスピスが入ってると、ね。そうなんだ。あ、まあまあまあ、なんかあのとってもそれはそれであの嬉しいあのニュースだなと思いつつ、まあまあ、あのそうですね、ティラノサウルスの、お話というところ、まあ、じゃあしていこうかなというふうな感じなんですけど、あのね、あの、まあ、やっぱりあのティラノサウルスってさ、まあ、やっぱり有名でいろんなメディアに取り上げられると思うんですよね。それこそ映画の中だったりアニメの中だったり、あの なんかいわゆるそのキャラクター化されてしまっているティラノサウルスっていうのイメージがかなり強くって、あの古生物としてのティラノサウルスっていうのって結構ね、なんかそのあの、まあ、注目して見てみないと分かんない部分かもしれないなっていうのが個人的なイメージです。そう、確かに。あの、まあ、古生物としてのティラノサウルスっていうところにあの、まあ、今日はフォーカスして見ていければいいなというふうに思っているのであった、うん、イエーイティラノサウルスってさ、うんうん、私なんかこう、まあ、うん、知らん間にさ、うん、羽毛が生えとったりしてさ、うん、割とそう、あの、うん、なんていう、最初知った時から結構姿が変わっとる、うん、あの恐竜やなっていうイメージがある、うん、あでもそうだよね、ティラノさん、うん、そうだと思います。あのティラノはあの結構こ、まあなんか、まあ、まあ、恐竜全般的にそうなんだけど、まあ、やっぱ羽毛がねあの生えてる復元図とかも結構描かれてあのますよね。そう、あの、まあ、ちょっとそうですね、その羽毛 の有無とかも含めてなんですけれども、まあ、なんかじゃあどういうあの、まあ、恐竜なのかっていうところ基本情報をまずは確認していきましょう。はい、ドドン、というわけでティラノサウルスなんですけれども、あちょっと待って、そうだこれあなんかまた今日も忘れてたけど2人にあのなんかガズと共有しないと見えないな、よろしく。はい、というわけですね、RPNP のあのお二人はこちらをご覧いただきつつ、ですね、リスナーの皆さんは画面をご覧ください、はい、というわけで、まあ、ティラノサウルスの基本情報というところから見ていきたいと思います、まあ、ティラノサウルスあのというのはですね、ティラノサウルスレックスというのが、まあ、一応学名になっております、はい、あのまあ、暴君竜、というふうにこうよくねあの、まあ、日本語では、言われたりとかするんですけれども、あのティラノスというのが、まあ、暴君という意味で、まあ、なんかサウルスっていうのがトカゲなので、まあ、まさに暴君竜なんですね。うんうん、そうで、レックスっていうのも、まあ、ラテン語で確かあの王っていうのをこう意味するので、まあ、もうあの暴君トカゲの王みたいな感じのすごいかっこいい名前なんです、はい、かっこいいね、確かに、うんうん、めちゃめちゃかっこいい。あの、まあ、ティランノスって、まあ、要はこれタイラントだよね。あの、まあ、それで、まあ、暴君っていう風な感じで漢字ではよく言われるんだけれども、なんかこうやってみるとやっぱりティラントカゲの仲間なんかってなるね、うん、まあ
トカゲの仲間というか、まあ、爬虫類、はい、うん、まあ、トカゲではない、うん、まあ、トカゲっていうのが、まあ、何を意味するかってとこではあるんだけれどもね、うんうんうん、なるほどね、そうそうそう、なるほど、爬虫類、あの、ね、まあ、トカゲの仲間ではない結構分類群としては離れてる、うん、ちょっとこれあれね、なんか赤マンボウみたいなやつですね、うん、まあ、これはさ、そのなんか千恵里くんあれよ、まあ、両生類のさ、あ、じゃあ両生類じゃない、その爬虫類 の、 結構その分類とかの話に関わってくるんだけど、まあ、中生代っていうのはとにかく爬虫類の時代なので、多分私たちが想像するよりもはるかにその爬虫類の多様性がすごく高かった時代が中生代なんだよ。そう、今はむしろその生き残ってるその爬虫類っていうのはその中生代に比べると多くない。あのね、なんだろう、単球類っていう風に言われているグループと、双球類っていう風に言われているグループ、2つがあるのね。単球類っていうのは、まあ、哺乳類とかを含む、四足動物テトラポッドのグループで、双球類っていうのは、爬虫類とか鳥とかを含むグループだと思ってくれるといいんだけど、この、単球類っていうグループと双球類っていうグループは覇権を取り合ってるわけ。単球と双球、そう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 、なんか例えばそのね、中生代は確かに中生代はね、どちらかっていうとそのこの双球類のグループ、要はその爬虫類とか鳥とかのグループっていうのがそのまあ明らかにその地球上でまあ、覇権を握っていた時代なんだけど、なんだろう、白亜紀が終わって新生代になると今度はその単球類、哺乳類のグループっていうのがまあ、覇権を握る感じになるんだけど、中生代よりも前、ペルム紀っていう中世代よりも前の時代はどちらかっていうと単球類の方がすごい地上では有力だったわけ。そうだからなんか順番としては単球類、双球類、単球類みたいな感じで、なんか我々はすごい争っている違う種族ってわけ。なるほど。あれか、我々から言うとトカゲに近いねぐらいの話。今なんか近くないんだよなっていう気持ちがすごく強くてなんかあったんだけど、はい、近くない、近くないです、チエリ君、ないです、うん、近くないそうです、皆さん、恐竜とトカゲは近くない、近くないぞ、近くないそうです皆さん比較、これ比較の問題なんだけどね、まあ、なんか確かにその、哺乳類とかと比べたら、まあ、いやでもどうなのかな、ちょっとなんかごめん、そこは断言しないでおくわ、やめとく、うんうん、やめておくか、うん、そう、まあ、っていうぐらいの感じよ、ね、あれですね、あまりトカゲについて深掘りするのやめましょう、うん、ここはすごい根深い問題だと思う、うん、根深い問題だそうです、まあ、難しいよね本当、うん、なんかこう、うん、こういう分類にするかとか、こんだけさ、うん、割と変遷があるのであれば、うん、そこの分類について語るのも結構難しそうな気がするね、うん、そうなんじゃよ、そうなんじゃ、もうコメント欄がすごいことになってる、もうこれだけで、うん、これすごいことになってる、そうですよね、そうそうそう、そう、やっぱ、はい、このさ、うんうん、地球史上最大級のさ肉食動物やから、うん、結構ボーって言われとったりするわけ、うんうん、そうだね、まあやっぱりこれはその、うん、まあ、学名つけるときっていうのは割とその、まあ、まあイメージ感とかでもつけると思うんだけど、うん、これやっぱり大きさっていうのと無関係ではないんじゃないかと思う、うんうん、そう、なるほど、うん、はい、そうですね、まあ、というわけで、まあ、なんかティラノサウルススペシャル、ティラノサウルスってどんな古生物っていうところで最初ちえりちゃんとあやねさんにもイメージを聞いていたというふうなところでした。で、まあ、なんかそうですね、まあ、このティラノサウルスっていうのの、まあ、古生物としてのティラノサウルスっていうのに、まあ、ちょっと注目していこうねというのが、先ほどまでの話でございました。ティラノサウルスレックスの、まあ、名前の意味っていうのがね、まあ、ティラノスとサウロスというのをこうなんかくっつけた意味で、まあ、なんか暴君トカゲというふうな意味なんだよというふうなところまでお話ししたかと思います。はい、でそうですね、なんかちえりちゃんも言ってくれてたんだけど、まあ、白亜紀の本当に終わりにいた、まあ、大型の獣脚類というふうな感じになっていますよという感じでした、ね、そうです、うむ、なんかね、まあ、ぶっちゃけてしまうと、ティラノサウルスって本当にそのなんていうのかな、まあ、それまでに出てきたその肉食恐竜の、まあ、なんか集大成ではないんだけど、本当にそのなんか超巨大な、まあ、他の時代には割といないかなっていう感じの割と特別な恐竜の一つなんだよね、これって。え、
その特殊な恐竜だったんですか？うん、割と特殊って言っていいと思います。うんうん。あら。うん。そのさ、なんかまあ今のなんかまあ哺乳類とかをさ、ちょっとなんか思い浮かべてもらうといいかもしれないんだけど、今のさ哺乳類でさ一番大きな肉食動物って何？今の哺乳類で一番大きな肉食動物？肉食動物？うん、ね。なんだ？うん。なんだ？ゾウ。ゾウ。ゾウ肉食だよ肉食いやちょっとごめんごめんごめん冗談あはいクジラあ肉食確かにシャチとかあそこら辺は、うん、まあ、海では非常に大きな肉食動物って言っていいかもしれないね、うんうん、そうね 陸とかだとどう陸とかだとクマとかじゃないクマうんうんうんその通りだと思います。クマですか？めちゃくちゃ適当に、今、なんか、クマのニュースが、今、ネットニュースで横にいたときに、クマじゃねって思っただけだけど。そうですね。うん、まあ、クマもいろいろいると思うんですけど、うん、まあ、例えばこれとかってありますか？はい、はい、はい、はい。白クマとか、はい、うん、うん、うん。北極グマ。ああ、合ってます、合ってます。2人とも正解です。まあ、多分ですけど、うん、おそらくこの、今生きてる哺乳類の中で、一番大きな、うん、まあ、肉食の生き物、脊椎動物っていうと、うん、まあ、まあ、北極グマ、白クマに、なってくるんじゃないかと思います。なんや。へ、うん、あ、ね、そう。まあ、もちろんさ、その、もうちょっと、その、なんか、アフリカの方とかだと、うん、ライオンだったりとか、うん、あとはね、もうちょっと、アジアの方とかだとトラがいたりとか、すると思うんだけど、うん、まあ、基本的には大きさ感としてはそこまでだよね。シロクマも相当その、まあ、大きい生き物の一つだと思うけど、まあ、でも、まあ、全長15メートルとか12メートルとか、なんかそういう感じではないわな。ない。そうそうそう。なんかどうしてもティラノサウルスをさ、最初に見とったからさ、うん、今って思った時に、なんかこう、クマが浮かんだけど、ちょっとちっちゃいよねとかいう感じの感覚で言いました。正しい。そうだと思います。そう。まあ、現代ではやっぱりそういう大型の、肉食の生き物っていうのはいないんだよね。まあ、これはそのなんていうんだ、哺乳類の時代に入ってからはずっとそうで、まあ、これだけ大きなその肉食の生き物っていうのはこういないわけ。そうで、まあ、なんかこんだけその、まあ、大きなその肉食の生き物っていうのがいた時代っていうのは多分ここぐらいなんじゃないの。中生代以外は多分いないんじゃないかと思います、陸上に関してはね。そうで、まあ、なんでこんなに大きい肉食の生き物っていうのが生きることができたのかっていうところに関してはまたちょっと結構ね難しい、これは議論になってくるから、まあ、ここでは深くやらないんだけれども、まあ、それぐらいその、まあ、地球上でこんなに大きい肉食の生き物っていうのが出ること自体が相当レアだと思ってくれていいんじゃないかと思う。そう、まあ、でもこのなんていうのかな、この中生代っていう時代に限って言うのであれば、これぐらいその大型の肉食の生き物っていうのは結構その他の大陸とかにも生きてたものだから、まあ、中生代においてはまあ、珍しくはないのかもしれないんだけども。マルさん、すいません、はいはい、チャット欄が、うん、おそらく、あ、更新されてないですね。更新されていないです。うん、そうですね。少々お待ちくださいませ。チャット欄を、少々ですね、更新しております。チャット欄がなくて、更新。あ、なんかジャコさんが来てくれてる。こんばんは。ハクビさんもこんばんはです。マサイさんもこんばんは。わ、なんかすごい。そしてちゃんとみんなクマとかシャチとかなんかすごいたくさん。さすがなんだよね。コメント欄もさすが皆さん充実していらっしゃるのであった。だな、うん、ね、そう、ちょっとなんか今ですね、コメントのソフトを立ち上げるのでちょっとお待ちくださいという感じなんですけれども、はい、うん、待つんだぞ。そうですね、あとはまあなんか、ティラノサウルスがまず生きてた場所っていうところについてもちょっとね、なんかご注目いただきたいなという感じでございます。そう、なんかティラノってさ、なんか、うん、ティラノサウルスレックスっていうものに関しては、これはですね、いた場所っていうのが限られておりまして、これ北米大陸なんですね。北米西部ララミディア大陸っていうふうにこう言われていたところにいたというのが、うん、今のところ分かっているという感じでございます。なんか名前可愛くない？ララミディア可愛いよね。ララミディアとかね、アパラチアっていうなんか大陸の名前なんだけど、めちゃかっこいい。いいじゃん。うん、そう、なんかさ、昔のこの大陸の名前とか、なんか海の名前とかってめちゃかっこよくってさ、なんだろう、超海洋パンサラッサとかさ。なんか何かっこいいな、普通に。めちゃかっこいいでしょ。なんか、うん。
ロマンがある名前やな。そうそう。あの昔はさ、その古生代とかになってくると大陸が割とそのなんていうの、割とあの今よりももっとギュッてこうなんか固まってるわけでそれであなんかあの気候も基本的には温暖だったりとかするから、そうすると海の面積っていうのがすごく広いのね。おー、だからその広いあなんか海っていうのをこうなんか指して、あなんか超海洋パンサラッサっていうふうにこう呼んだりとかする時代もあります。はい、ね、ちょっとさそれさ、うん、チエリもちょっと自分の名前入れようかな。チエリも自分の名前入れるの赤根チエリパンサラッサみたいな。なんでえ、誰感がすごい面白いねえ、そうね、そうですね、あの、まあ、っていう感じで、まあ、なんかこのティラノサウルスレックスっていうあのものに関しては、あの、まあ、この、あの、いた場所っていうのがですね、まあ、なんか北米だけあのものなんですね、実は。うん、あ、そんな、なんかレックスってさ、うんうんうん、割とさ、なんか、ティラノサウルス代表って感じよな。なんかさ、映画、うんうん、日本映画とかでもさ、あの、ティラノサウルスが出てくる映画がレックスっていうさ、タイトルだったりとか。はいはいはい、はい、あったよね。うん、あったあった、あのレックスっていうのってありましたよね。あのまあまあまあ、あのまさにあのそういう感じで、あのまあなんか代表選手っていう感じかなというふうに思います。そう、まあなんかそういう感じの、あのまあなんかティラノサウルスレックスくんなんだけれども、あのまあこの子がですね、まあなんか出てくるまでに他にどういうティラノがいたのかしらっていう話になってくるわけでございますよ。なのかしら。そう、ティラノサウルスはティラノサウルスウルスだけじゃないってことね。そういうことですね。あの、まあ、ティラノサウルス類というふうにこうあの言われるティラノサウルス上科とかティラノサウルス科っていうふうにこう言われている、あの、まあ、なんかグループっていうのがありまして、うん、あの、まあ、まずそれをですね見ていくと、あのおそらくあの、まあ、このティラノサウルスレックスっていうものが、まあ、どういうものなのかっていうのも見れてくるのかなっていう、うん、興味ある興味ある、うんうん、そうそう、なんですけど、まあ、まずはですねちょっとあの、まあ、なんか骨から見ていきましょう。あの、まあ、この配信は、はい、あの骨がたくさん出てくることで有名です。はい、そうっすね。そう、なんかあのこれってどういう生き物だったのかな、さあ骨を見てみようみたいな、ね、感じにこうなってみるあのなるわけなんですけれども、皆さん、こちらをご覧ください、というわけで、これですねティラノサウルスの、まあ、頭骨の一つっていうのを、今こちらに、出しております。あの AMNH5027 っていうこれはあの標本番号のティラノサウルスです。はい、あのこの、AMNH っていうのはあの、ま、あの恐竜の話っていうのをするときにあのよく出てくる標本番号なんですけど、うんうん、あのこれはあのアメリカ自然史博物館っていうことなんですね。うん、うん、あ、アメリカナショナル、うん、そう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 、うん、アメリカ、アメリカのミュージアムオブナショナル、あ、ナショナルじゃないわごめん、ちょっとなんかごめん、私もちゃんと言えないわ。アメリカ自然史博物館っていう、まあ、ニューヨークにあるあの非常にこう歴史の古い大きな博物館で、うん、あのあれですね、そのアンドリュース隊ってさ、のあのあなんだっけ、あのアジア中央探検隊の話っていうのってあの前にしたかなっていうふうに思うんですけど、あのモンゴルをさ、あのなんか探検したアメリカの探検隊とかもこのアメリカ自然史博物館から派遣されてるわけ。アメリカンミュージアムオブナチュラルヒストリーって書いてある。それだ、それだ、そう、というわけですね、あの、まあ、なんかこの、まあ、AMNH っていうところにあのティラノサウルスの標本とかっていうのは結構なんかいっぱいあったりとかもします。はい、うん、あのまあ、ドロマイオサウルスとかそこら辺のものも、うん、結構 AMNH の中にあります。5027番目のやつってこと、うん、そう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 、そういうことですね、うん、っていうあのなんか標本番号なんだけど、あの、まあ、ティラノサウルスの実はですね、化石っていうのはあの実はたくさん出てます、うん、はい、あのこれはそのなんていうのかな、結構古生物の中では非常に恵まれた研究対象あのでして、あのしかもこんだけ、うん、あの大きいものっていうのがあのそんだけ、うん、あのまあなんか何体かな、ちょっと私も標本の数っていうのが正確にわからないんですけど、うん、まあちゃんとあの名前がついてる、愛称で呼ばれてるようなかなりはっきりしたものが多分十数体以上はいるんじゃないかな、まあ、かなりあのすごくあのたくさん見つかっています。はい、そう、そのサイズのものが十数体見つかっとって、うん、結構多いね。そうそうそう、結構多いんですよ、うん、そう、なんかさ他のそのティラの他のなんか恐竜の話とかするときにさ、なんかこれは、うんうん、あの標本が1個だけしか見つかってませんって、うんうんうん、ザラにあるっていうあの話を前にもしたと思うんだけど、うん、ティラノサウルスに関してはもうたくさん見つかってます、たくさん。それだけやっぱりこう繁栄してた大成功みたいな。そうだね、それはそう言っていいと思う。うん、
そうだし、あのこのね白亜紀後期っていう、うん、あの北米の白亜紀後期っていう地層がすごくよく残っているっていうこともある。そう、これはその古生物学におけるあの、まあ、なんかあの一つの特徴なんだけど、あの、うん、偏りがあるわけ。あのこの時代のこの地層っていうのはすごくよく残ってるけど、あの同じ時代 の, あの別の場所、あの例えばそのアジア大陸の中ではそれが残ってなかったりとか、逆に、うん、あのなんだろう、同じ大陸の中でも例えば白亜紀中期っていう時代に関してはすごく化石記録が世界的に少なくって、ここの時代の生き物の進化っていうのがよく分かんなかったりとかするわけ。まあ見つけんと話にならんもんね、化石にやって、うん、そういう感じ、そういう感じ、そう、そうなんですよね、というあのまあなんか感じなんですけれども、まあちょっとね、あのこれをあの見ていただきましょうというところです。はい、じゃあチェリクに質問です。来たわね。はい、チェリクン、あの、まあ、今さ、あの映像が、あ、ちょっと待って、映像見えてる感じですよね、あの画面共有するんですけれども、はい、じゃあ目の位置が、どこでございましょうか。目の位置、ちょっと待ってね、画面共有するので少々お待ちください。そう、画面を待つわ。うむ、リスナーの皆さんもですね、あのなんか多分こちらをご覧の皆さんは多分あのなんかなんとなく見当がつくなという方も多いんじゃないかと思うんですが、さてこの中で目の位置はどこでしょうか、チエリ君。ドゥ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 、 あれよ、こう、うむ、真ん中からちょっと左寄りのこのちっちゃいやつ。どれ、どういう形してるやつ。なんか真ん中から、うんうんうん、こう左、ちょっと左、あ、いや違うな、ちょっとこっちだな、ちょっとこっち、右、ちょっと右。どれだ。どれだ、聞いておいて、なんだか どれのことを言ってるんだ、チーリは。多分ね、このね、なんかね、目の下になんかこう、うん、あれがあるって聞いたんだよね、うん、空間があるって聞いたわけ。はいはい、だから、うん、これが目の下の空間だとするとこれよね。右から2番目。右から2番目。あ、素晴らしい、合ってます合ってます。そう、その表現、その表現、それを待ってた、それを待ってた。さすがチーリ。あのずっとね、画面をね指差しながらこれよねとか言って。なんか穴がいっぱいあるか分かんないよね、これどれだみたいな感じ。はい、ありがとうございます、チーリ君、正解ですね。あの後ろから2番目のこの細長い穴、これがあのまあ眼下層です。はい、目が入ってる穴ですね。で、あの目はこの細長い空間 の, あの上の方にこう入ってるイメージになります。そう、そうそうそう、あの、まあ、でそれでね、あのなんかあの前目の前にあるところとかは前眼下層とか、あの鼻先にあるところはそのなんか鼻孔とか、そういう風な形にこうなっているわけでございます。そう、あの、まあ、そうですね、あのティラノサウルスとか、まあそのまあ、獣脚類全般そうなんだけど、あの、まあ、このね、あの頭の形っていうところが結構あの、まあ、かなり大事な特徴になってきまして、この穴の形とかをあのなんかね、あの比べながら、あのこの仲間とはあのここの部分が違うよねっていう風な議論をするので、まあ、これが基本のになる部分です。はいはい、そうでね、そうだな、あとはあの、まあ、ちょっとこの写真だとあのなんかですね、あのよく見えないんですけれども、ティラノサウルスの仲間っていうのは、ね、歯が結構特徴的です。うん、あのティラノサウルス の, あの仲間っていうのは、あのまあ、全体的 な, なんか、ね、特徴としてはとにかく噛む力が強いの。うん、なんかさ、まあ、これを見てるとなんとなくわかると思うんだけど、あのすごく噛む力が、うん、なんか強い、あのなんか構造をしていて、まず、うん、あの下顎の部分がすごく分厚いよね。厚い、うん、これは確かにと思った。なんかこう、うん、ものすごくこうなんていう、噛みそうな口してるなっていう、うん、そう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 、なんか他 の, あの恐竜とかとあ の, の下顎とかと比べてみるとすごく顕著なんだけど、うんうん、あのここの部分がすごく分厚くなってて、まあ、明らかにあの筋肉ついてたんだねっていうのがあのこれからも分かる感じになってます、うん、そうなんか、うん、そうね、うん、なんかこうなんだろう、ほら、うん、スルメとか食べてこう鍛えた人の。そう、でもそんな感じ。でも物理的にさ、あ、まあこんだけさ、あの分厚かったらさ、強い、あの質量があるわけやけ、強いでしょって思うよ、これは。強いだろ、トレーニングの賜物って感じなの。確かに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 、ね。あー、はいはいはい、所十条先生が漫画でティラノサウルスが立体視できる説に否定的な意見書いてたけど、あれって専門家からハーモノカットが出てるんでしょうか。あーとね、ティラノサウルスの立体視か、
そうですね、あの所先生があのなんか漫画描かれてたのって結構前ですよね。あの当時、そのティラノサウルスの立体視を否定するそのなんか意見っていうのが出てたと思うんですけど、今はどうかなっていう感じ。今はどっちかな、すいません、多分ちょっと私今ここであのこうっていう風に言えないんですけど、そうね、なんとも言えんな。まあある程度そのなんかあの、まあ、ティラノサウルスのこう顔っていうのを前から見てみるとあのすごく分かりやすいんですけど、まあなんかあれですよね、あの他の恐竜に比べて確かにあの眼下の位置っていうのが割とあの顔の真ん中の方に寄ってて、なんか立体視があの、まあ、それなりにおそらくできそうだなっていうなんか顔の構造はあのしてると思います。あの、まあ、なのである程度は間違ってない気はするんだけど、あの、まあ、人間ほどではまあないでしょうねというのはある、そう、なるほどなるほど、そうそうそう、あの、まあ、でもそうですよね、あのなんか肉食動物だから、まあ、立体視があの、まあ、できたんじゃないかっていう風な話とかはよくされているという風なところ。ナル先生、はい、ナル先生、何章何章、はいはい、立体視って何でしょう。立体視というのは、人間がやっているもののことです。チーリ君さ、なんか目の前にコップが置いてあったとするじゃん。うん、でそれをなんかさ、あの普通に掴むことできるでしょ。掴めた、うん、掴めるじゃん。あのこれってさ、その要は自分からコップまでの位置っていうのをあの、まあ、目で見てあの測ることができるってことなんよ。そうね、距離が、距離感が分かるってことね。そうそうそう、距離感が分かるってことで、これはその目があの2つ真ん前に並んでついてないとできないの。これがなんか例えばシマウマくんとかみたいに目が割とあの速報についてたとすると、あのこの、 あの空間把握能力ってとこに関してはあの、まあ、目だけで言うならあのちょっとそれは苦手かもしれない、人間に比べるとね。 あれだな、あの我々がさ、こう片目を隠すとなんか、うん、よくわかんなくなるんだよねっていうあれね。そうそうそう、そういうことでございます。まさにまさに、うん、そう、なるほど、うん、でなんかティラノサウルスはある程度それがあったんじゃないかっていう話があるってこと。ね、まあ、なんと困る気がするけどね、いろいろある程度はある気はする。あの頭の骨格の構造とかを見てるとね、あの結構その目が、あのなんかあのティラノサウルス前から見ると結構目が合うよ目が本当にそうなの、見てるみたいな、目が合うから多分ある程度そのなんかね、あの立体視はおそらくはできるんだけどっていう気はする。厳密に言うとあの、まあ、どうかと言われると、まあ、ちょっとここは理論の余地がありそうね。あ、と安定はできないということです。そう、あの小林先生は立体視できるとおっしゃってましたな。そうですね、なんか私もある程度立体視できるんじゃないかなとは思う、正直あの頭を見てるとって感じね。そう、でそうですね、まあ、なんかちょっとあの、まあ、なんか次の骨を見るんだけどさ、なんかめっちゃこう、これはね、あのこれスーですね、はい、今ちょっとあのこちらにこう出てるもの、また違うティラノサウルスの標本で、これはシカゴ の、 あのフィールド博物館っていうところに、ある標本です。あのスーっていうあの、まあ、メス の、 あのティラノかなというふうにこう言われている標本ですね。はい、なんか可愛いねちょっとそうね、あの、まあ、あのすごく保存状態がよくって、あのなおかつあの、まあ、めちゃでかいというので知られています、うん、あのスーさんって呼んでいただけるといいかもしれません。スーさんって、スーさん、スーさん、結構こうあれですね、うん、お腹がポコってしてますね。あ、そうですね、そうそうそう、あのあでもそれはチーリクなんかすごくいいところに気がついてるんじゃないかなって感じなんですけど、あのお腹のところにガストラリア、うん、袋骨っていうふうに呼ばれているものがあるんですね、これは、うん、そう、で、まあ、なんかそのガストラリアっていうものがその内臓とかをこう支えている構造になっていると。そう、あのこのね、なんかね、あの私あのガストラリアのさ、なんかあの綺麗にこう並んであの発見されてるとこ見たことあるんだけど、本当にあのなんかねこんな感じでなんか組み合わさった状態で発見される、そう、これめちゃめちゃ綺麗なんだよね、うん、これって体が大きいからなんかな。そうだね、そうだね、骨、うん、体の大きさとは関連してるだろうねという気はいたします。うんうんね、あの鳥とかもさ、あの鳥なんかはもっとがっちりとあのこのさ、あの胸郭の部分っていうのが発達してて、あの、うんうん、もっとなんかあのなんか、まあ、鳥はおそらくその羽ばたきに関係するところなんだけど、うんうん、まあ、ティラノサウルスとかでもやっぱりある程度あのこういうあの胸郭の部分っていうのががっつり あ, のあったってことが分かってますね。またこう鳥との関連が疑われる、うん
そうだね、あのまあ、あの比較的あの、まあ、ティラノサウルスとかの仲間は、まあそのまあ、鳥とかの仲間にも比較的近い、うん、仲間ではありますね、うんうん、なるほどね。そうっていう風なね、あの、まあ、感じでございました。あの、まあ、なんかティラノサウルスに関してはその、まあ、なんとなくね皆さんこうイメージが あるところだとは思うんですけど、まあ、改めてあのこういうあの感じの古生物なんだなというのが、わかるかなという感じになっております。そうでですね、まあ、あの先ほど言ってたんですけれども、ちょっとあの他の、ティラノサウルスの仲間っていうものについてこうなんか見ていこうかなという風に思っていまして、ティラノサウルスの仲間についてというのをねちょっとね見ていこうかと思います。ティラノサウルスの仲間、実はたくさん見つかっておりまして、ですね、こんな感じでございます、はい。ちょっとねこうなんか図があのちっちゃくてあの見づらいんですけども、ちょっと拡大しまして、ティラノサウルスジョーカというふうにこう呼ばれているグループがあります、うん、はい。ティラノサウルスジョーカ、ティラノサウルスレックスを含むあの獣脚類の1グループで、まあ、約30種類ぐらいかなというふうな感じです、はい。そうジュラ紀中期から白亜紀後期までの、ロラシア大陸というふうにこう呼ばれる、まあ、これ北半球 の大陸なんですね。あのヨーロッパとか北米とかアジアっていうのをこうなんか含む大陸に基本的にはあの、まあ、ティラノサウルスの仲間っていうのはいたんじゃないかなというふうにこう言われています、はい。なんですけれども実はあの、まあ、ここで先ほどの話に戻ってくるんだけど、あのね、今このティラノサウルスジョーカっていうののグループに、なんかね、また全然違う恐竜 あの1グループっていうのがこうなんか、なんか分類される、あの分類するといいんじゃないかっていう風な話がですね、あのここ2022年の段階で出てきていて、ティラノサウルスジョーカっていうのが、またちょっと変わる可能性があるのであった。誰が入るんだ。うん、あのここに入ってくるのは実は、フクイラプトルとかを、含むメガラプトラっていうグループがあるんだけど、メガラプトラのグループをティラノサウルスジョーカに含めた方がいいんじゃないかっていう風なですね、あの説が実は出てまして、あのまあなんかですね、あのそれが出てきた時おーって思ったんですが、まあ、っていうのもね、あの結構不思議なんですよ。そのティラノサウルスの仲間っていうのはあの、まあ、今も言った通り北半球から基本的には出てくる生き物なんだよね。あの、まあ、でも断片的にあの、まあ、南の方からあの、まあ、オーストラリアの方からあのこれティラノなんじゃないのっていうふうにこう言われている標本っていうのが出てるっていう状態なわけ。このティラノサウルスの仲間っていうのはコエルロサウルス類っていうふうにこう言われるあのグループなんだけど、まあなんか南半球の方にあの同じコエルロサウルス類であるところの、まあ、ドロマイオサウルスの仲間みたいなやつとかが結構いたりとかはするわけで、ドロマイオサウルスの仲間とかはいるのにアンティラノサウルスの仲間がいないのはなんでなのかなみたいなところは結構なんか私も不思議に思っていたところです。そう、まあ、なんだけどね、難しい。なんかあの実はそのドロマイオサウルスの仲間っていうのもティラノサウルスの仲間と同じように今ちょっと鳥との関係性っていうところで揺れ動いてるんですね。今までそのなんていうのかな、あのなんか近いっていう風にされてたグループがまた遠くなったりとかも今していて、ちょっとこのティラノサウルスの仲間とかドロマイオサウルスの仲間っていうのはここ多分数年とかぐらいでもしかするとまたちょっとあの新たな議論っていうのが生まれてくるかもなっていうのがちょっと私のあれですかね、なんか今見た感じの感想という感じ。そう、というわけでなんかね、あのここら辺もあのなんかあの今も常に研究が進んでいるよというふうなお話でした。そう、分類はいつも議論がされてるな。あのね、難しい あのっていうのもあのこれさ、あの古生物のこのさ系統樹っていうのはあの、まあ、この系統解析っていう手法を使ってあのやられてるものなんだけど、系統解析にあの使える特徴っていうものがあの全部あの形態による特徴なんだよ。これは形、今を生きてる生き物、あの例えばそのお魚についてあのなんかやろうっていう感じだったら、それはその遺伝子とかを使いながらやればいいわけ。例えばさ、前回そのティクターリクがあったでしょ。あのでティクターリクの時にさ、あの肉鳥類っていうのが出てきたじゃないですか。肉鳥類、で肉鳥類っていうのは廃魚とあのシーラカンスとっていうのが細々ながら生き残ってて、でそういう生き残ってる仲間っていうのがいればあの遺伝子を使った解析ができるわけ。
でも、あのこのティラノサウルスの仲間っていうのはもうなんか 全滅びしてるからだよね。あの生態資料がないから形で見るしかないってことだよね。そう発掘された骨の形で見るしかないっていう状態で、しかもその骨っていうのはボロボロなわけ基本的に、うんうん、でボロボロだし、あのなんかティラノサウルスはいっぱい出てるけど、あの、まあ、この例えばシオンゴアンロンみたいな中国の恐竜とかになってくるともう1個しか見つかってないとか、あのそういうのそういうのばっかりだから、てかそのあの1個しか見つかってないやつの方が大部分だからね、多分ほとんど半分以上は1個しか見つかってない、あのっていうようなあの状態のものだから、あのなんていうんですかね、あの形だけでそういうあの系統解析っていうのをしてると、あの、まあ、結構そのあのいろんな、なんかこういう意見もあるしこういう意見も同時にあの成立しうるみたいな、うん、あの場合があるわけ。あのまたあのティラノサウルスのグループが、まあ、なんか30種類ぐらいいて、まあ、これを説明していくよというふうなところだったと思います。まずはなんかね、あの、まあ、でも大きく分けて3つかなっていうふうな感じなんですよ、ちえりくん。そう大きく分けて、まあ、このさ、あの、まあ、ティラノサウルスの、あの大きな、あの、まあ、なんかグループっていうのを分けてみると3つぐらいにはだいたいこうなんかあの分けると理解がしやすくって、あのまずはこの、一番その原始的な方 の、 あのプロケラトサウルス科っていうものがあります。プロケラトサウルス科、うん、なんかさティラノサウルスの、大きなグループの中にプロケラトサウルス科っていうなんかあの小グループがあると思ってくればいいんじゃないかな。そうティラノサウルス上科の中にあのプロケラトサウルス科っていうのがあって、あのこれね、あのすごくティラノサウルスに近いグループなんだけれども、実は全然ティラノサウルスに似た形してないんだわ実は。なんか、うん、見た目がだいぶ、うんだいぶ違くない？そうなんですよ、そうなんですよ。あのであのそれをね、もうちょっと詳しくあのなんか骨から見ていきます と、まあ、私がさなんかあのよく見たことあるやつやっぱ中国のが多いんだけど、例えばこういうのが知られています。ドドン、グアンロンですね。グアンロン、グアンロンは知っているぞ、うん、これは配信で話したことがある。素晴らしい素晴らしい、さすがあのあやねし。そう聞いたことある。そうそう、あの、まあ、これはあのグアンロンっていうのはですね、中国語で書くと冠竜というふうに書きます、うんうんうん、はい、グアンロンです。そう、あの、まあ、これは、実はあのプロセラトサウルス類って、あのプロセラトサウルス科っていうあのティラノサウルス上科の、まあ、1グループという感じなんですね。そうで、あの、まあ、これさなんか、まあ、骨の状態でこうなんか今あの横たわっているのが見えると思うんだけど、うん、あのまず顔が細長いよね。何、うん、本当、うん、すごく顔が細長いのと、あと頭になんか謎 の、 あの冠みたい な、 こうなんか突起があるっていうのが特徴なんですよ。うんうん、名前由来のやつやる。シュ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 。そうで、なんかこれが、まあなんかあの復元のこうなんかイラストとかを見てみるとこんな、感じになっておりまして、うん、ね、あのこれね出てる場所がちょっと面白くって、あの中国の新疆ウイグル自治区なんですよ。ほうほうほう、うん、新疆ウイグル自治区ってさなんか名前は聞いたことあるんじゃないかと思うんだけど、チーリンとかも。これさな、まあ、どこにあるかっていうと、あの中国の、北西部だね。あのなんか本当に中国の中でも北の方っていうところにあります。はい、そう、うんうん、でここはそのウイグル族っていうあのなんか少数民族の人たちっていうのがたくさんあの住んでる地域だよという風な感じですね。そうなんかね、そうここ の、 あのウイグル族の人たちってさなんかねすごいあの彫りが深いんだよ。あのなんかもうパッと見でなんか あの人あのウイグル人だなっていうふうにこうなんか分かる感じの、そうめちゃめちゃ特徴的な顔をしてて、まあ、なんか中央アジアの人たちってそういうその顔がすごいあの彫りの深い感じ の、 あの、まあ、トルコ系じゃないんだけどそういう方の人たちっていうのもあのいて、まあ、ウイグル人はそういう感じの彫りの深い顔をしている。あとウイグルはね果物が美味しいので有名。ブドウとかメロンとかがあのなんか名産。えめっちゃいいねめっちゃいいねとか言われるけど、そうなんか、ね、多分ね乾燥したあの土地の方がそういうなんか果物とかはなんかあの美味しいんじゃないかなというふうな感じ。そうそう、いいじゃん。そうっていうあのなんかウイグル自治区っていうところは実は恐竜の産地なんです何？実はあの恐竜の産地で、しかもジュラ紀、あの1億6千万年前のあのなんかジュラ紀の割と古い方の地層がこの新疆ウイグル自治区にあるわけ。ねえ、うん。そうっていうあの感じでございます。そう。
っていうですね、まあ、なんかあのこのグアンロンちゃんっていうのもあの、まあ、なんかティラノサウルスの割とこうなんか古い方 の, あの、まあ、仲間の一つだし、あとそうだね、あのこのさ、まあ、学名をちゃんとなんか書いてないんだけど、あのグアンロンっていうのはあのグアンロンウツァイイっていうあの名前がついてて、あのウツァイワンっていう風にこう呼ばれる、あのこれはね、あの漢字で書くと5つの鮮やかなワンって書くの。あのワンっていうのは東京湾のワンだね。なんかあのあれなの、うん、鮮やかなって本当にこんな色してんの？あのね、あのこれは何が鮮やかかっていうと、地層の色が5つ に分かれた鮮やかな色をしてるの。そっち、ね、そっちそうそうそう、あのバッドランドっていうさ、なんかあの言葉を私は何度か使ってると思うんだけど、ロッキー山脈の方とかって、あの実はね、そのなんか地層をあのはをなんかあのなんか見ると、なんか5色に分かれたなんかすごい綺麗な色をしてるわけ。ほうほうほう。で、まあ、ロッキー山脈はさ、もっとずっと離れた場所なんだけど、実は新疆ウイグル自治区の方も同じようにすごく綺麗な、なんかまあ5色じゃないんだけど、赤とか紫とか白とか、そういういろんな色の地層が重なってる場所なの。なので、うん、あのこのグアンロンの名前っていうのは、そのなんか五彩湾っていう地名から取って、あのグアンロンウザイイっていう名前なの。すごい綺麗な場所なんだよ、この新疆ウイグル自治区のそのなんかウツァイ湾っていうところ、ゴサイ湾っていうところが、もうこんなそんなね、なんかあのとっても素敵な土地で出てるのが、あのこのなんかあのまあグアンロンっていう風なものなんだけどね。そうとか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 、あとまあやっぱなんかですね、中国ものが続くんですけれども、あのまあなんか同じあのこのですね、あのプロケラトサウルスの仲間としては、シノティランヌスっていうものも知られています。はい、シロテラヌス、シノティランヌス、あのこれは、ね、中国 の, あのティラノっていう意味ですね。おう、そう、あの中国、暴流っていうあの風に、中国語ではあの書きます。チョンゴはバオロンっていうのがシノティランヌスっていう感じ。へえ、うん、そうそうそう。で、なんかまあ大きさとしては、実はこのシノティランヌスは結構大きいですね。あの、うんうん、そうだな、尻尾の長さを入れると、うん、7メートルぐらいかな、多分。あ、大きい。うん、シュ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 、あの結構大きめ の, あの体をしているのがシノティランヌス。あのグアンロンの方は、ね、そんなに大きくないんですよ、多分。あの尻尾まで入れて、うん、まあ、多分3かな、 2.5 から3ぐらいがおそらくグアンロンで、シノティランヌスは7か6かぐらいの結構大きめ の, あの恐竜って感じだね。そうそうそう、あ、モサっとしそうだ、モサ。あ、そうだね、まあ、このイラストに関してはなんだけど、このイラストではその割となんかあの羽毛が生えてるあの復元になってるね。うん、そうだね、うん、なんか羽毛があったみたいなのが化石から出てきた。あ、ね、シノティランヌスはないかな、シノティランヌスはないんだけど、あのなんかね、中国の他のティラノサウルスの仲間で、あのユーティランヌスっていう仲間がいて、そこからなんかね、がっつり羽毛が見つかってるの。あー、なるほどね。そうそうそう、まあ、なのでっていう感じだね。うん、うんうん、そう、まあでも、あのまあ、あってもまあおかしくないよねぐらいの感じであります。そう、うんうん、そうだね、なんかね、このね、あのシノティランヌスについては、なんか私は結構なんか思い出深い、あのなんかこれはティラノの一つで、この今なんかそのサムネイル の, あの説明用のやつの方に、中国語の名前が載ってます。シノティランヌスカズオエンシスっていうのがあの、まあ、この学名なんだけど、このね、中国語であのなんか言うと、カーツオチョンゴアバオロンっていう風に言うわけ。カーツオチョンゴアバオロン、そう、カーツオチョンゴアバオロンっていう風に言って、あのこのカーツオっていうのが実は地名なのね。カーツオ、そう、カーツオっていうのが地名で、あのこれはね、その遼寧省の地名なんだけど、うんうん、カーツオっていうのは実は、まあ、まあまあ辺境まあまあそれアクセスが悪いところにあって、多分このカーツオに行ったことのある外国人はとても少ないんじゃないかと思う。あ、なるほど、そんなに行きづらいところだよな。そう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 、あのでこのカーツオっていうのは実はこのね、左っていうのは実は意味があって、あのね、この左とか右っていうのは実はもともとモンゴルの、 確かね、これね、軍隊とかのなんかその
位置をなんか、ね、示すなんか、ね、言葉なんだよ、左とか右っていうやつが。で、あのね、このねカーツオっていうなんかあのところっていうのは実は、モンゴル族の、自治区なの、ここは。だから遼寧省の中にあるんだけど、あのモンゴル人がたくさん住んでいる場所っていうのがカーツオなのね。で、なんかね、ここそのだからカーツオっていうところになんか私も遼寧省をなんか巡るそのなんか野外調査の時にこうなんか立ち寄って、でさ、なんかこう、まあ、カーツオっていうところに来たので、じゃあまず最初にみんなどこに行くかっていうと、このカーツオ市の警察署に行くわけ。警察署、うん、そう、この話ってしたことなかったっけ。でなんか、ね、警察署に行って、まあ、そこの土地でまあ、なんか調査しますよっていう許可を取りに行くわけ。はいはいはい、うん、そう。 でそれでさ、なんか夜は当然のようにそこの、なんか警察署 の、 署長さんとかとなんか会食みたいな感じにこうなんかなって、でなんかたくさん購買所 の飲んだり飲まされたりとかして、でそれを経てよし調査しようぞっていう感じになるわけじゃないですか。なるほどね、儀式を経ないとダメなんだね。そうで、それでじゃあ明日からなんか調査しようねっていう風な話になって、やったーっていう風にこうなんかなるわけで、で私が次の日どこのカーツオ氏はどこに博物館があるのかなと思って、なんか先生の後こうなんかくっついて行ったら、来たのが昨日の警察署なわけよ。でそれで、これ何だよ、なんか、ま、もう一回挨拶するのかなと思ってたら、警察署 の、 ある一室に案内されて、そこにこの、シノティランヌスの標本が置いてあったの。警察署にあるの？そう、つまりこのカーツオ市っていうところはまだ当時博物館ができてなくって、で安置する場所もないから、警察署の中にこの、シノティランヌスの標本が置いてあったの。もうなんかね、でしかもこのさっき言った通りさ、これ結構でっかい恐竜なんだよ。まあ、なんか7メートル6メートルぐらいあるようなやつが、横倒しにゴロってこうなんかバタってこうなんか倒れている状態だから、部屋の広さがね、正確にはちょっと忘れちゃったんだけど、まあ12畳以上ある部屋とかにもうその化石が全部バタって置いてある感じだね。あら、うん、でもなんか管理も大変やな、これ警察署でやるってなると。そう、なんか多分ね、その署内で担当の人みたいなのがいて説明してくれるんだけど、なんかここは、こうこうこういう場所で見つかってっていう。そう、まあ、遼寧省 の、 熱化生物群、ジェホルバイオータって言われるものの一つなんだけど、ね、ジェホルバイオータっていうのはあれだね、羽毛恐竜とかがたくさん見つかってる場所なわけ。で、ミクロラプトルとかそういうものが見つかってるんで有名な場所なんだけど、まあ、ミクロラプトルとかが見つかっている発掘地とはちょっと離れてるのね、カーツオっていう場所は。そう、まあ、でも割とその似たような感じの時代の場所だから、標本自体は割とぺったんこになってるわけ。ぺったんこの状態のなんか押し花みたいなタイプの、恐竜の標本がこのシノティランヌスで、まあ、見たことがあるなという風な感じでございます。はい、っていうなんか私とシノティランヌスでした。でもめちゃくちゃ面白い話だった。なんで警察署が出てくるんだって思ったけど、そういうことかっつって。そう。まあ、そうだね、警察署なら警備がある程度できるから盗まれにくい。あ、そうね、それもあるけど、でも単純にそのお役所代わりというか、まあ、なんか置く場所が他に適当なのがなかったのではないかなと思われる。そう、まあ、中国 の、 まあ、田舎っていうのってなんていうのかな、まあ、何もないというか本当にその中国っていうのはその広大な農家が広がってるんですね、基本的には。で、まあ、なんか農家、たまに都市農家みたいな感じだから、まあ、そういう土地柄だと確かに他に置く場所っていうのはまあないから、そういう、まあ、警察署とかが、まあ、置くのかなという感じもあります。そう、あと、まあ、なんか、ね、化石保護法みたいなやつがあるんだけど、そういう化石保護みたいなのを司ってるのもやっぱりその地元の警察署なんですよね、基本的には。そう、なんかあれだね、警察仕事多くて大変だね。うん、そうだね、それはそう。それはそう、本当に。
そう、まあ、なので、まあ、そういう事情とかも鑑みておそらく警察署なんだろうなっていう感じなんだけど、でももしかすると今はカーツオにあの博物館がもうできてるかもしれないから、あの、まあ、今はねもうあのちゃんと展示されているかもしれないし、されていないかもしれない。そう、あのだからね、シノティランドスに関してはちょっと特殊なのは、あの普通はなんかね、その標本論文とかを書くときってさ、標本番号がないとダメなんだよ、さっきみたいな AMNH みたいな、うんうん、でもあのカーツオの場合はなかったから、どうしていたのか不明確かに所属がないもんね、うん、あのあそう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 ね、そうそうそう、あそして新東和さんもこんばんは、シノティじゃんっていうふうにめちゃめちゃ言ってくれましたねえ、そうそうそう、はい、あそうですね、あのマスピノのね、あの骨格の話とかも確かにあるけれどもね、うむうむね、あの、うん、というふうなね、あの形の、シノティランヌスのお話でございました。はい、あのそうでもね、シノティランヌスはだからそのなんていうの、まあ結構なんか写真とかあのそういうものがあの、まあ、出回ってないあのものなんですけど、まあそのまあ、警察署にあるから当たり前だけど出回らないよね警察署にあるからな、はい、そうあのっていうね、あの、まあ、ちょっとあの、まあ、結構ねなんかそんな感じで、あの中国 の, あの化石っていうのは、ね、アクセスしづらいものが多いです、結構うんうん、あの今言ったようなその状況っていうのが結構各地で起こってるので、あのなかなかその博物館とかが足りてない、っていう状況だったりとかもします。あなるほどね、うん、博物館が足りない問題もあるのか、うん、そう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 、あのなんか日本とは、いや、まあ、日本はね、あのなんかあの、まあ、でも日本もそうかな、あのもしかするとその日本でもやっぱりあのここのなんか地域で出てる化石とかの置き場所がなくって、あの、まあ、公民館に置いているっていうあの時とかもあったりとかするから、まあ、それとあの同じ状況かもしれないね。そう、そうというわけでですね、あのプロケラトサウルス科っていうあの、まあ、割とその、まあ、基盤的な、まあ、ティラノサウルスジョーカの、仲間のグループでした。はい、あのまあ、ここ今ねあの私がお話ししたのはあの、このグアンロンとシノティランヌスっていう中国で出てるものなんだけど、あの他にもあのプロケラトサウルスの仲間っていうのはヨーロッパの方とかでも出ていますっていう風なところ、だんだかだんだん、はい、でですね、次はあの、まあ、この、 あの全体的なねあの、まあ、この系統樹からするとちょっと真ん中のあたりに行きまして、うんあのまあ、もうちょっとあの、まあなんかね、ここのグループって名前がついてないんだけど、あの基盤的なティラノサウルスの仲間っていう風にこう今しておきました。はい、あのプロケラトサウルスウルスの仲間ではないんだけど、あの、まあ、白亜紀 の, あの後ろの方に出てくるグループに比べると、まあ、もうちょっとあの原始的かなというふうに、言われているグループの仲間っていうのがありまして、ねまあ、なんか名前だけちょっ と, なんか、読み上げていくと、よいしょよいしょ、まずあのディロング、エオティランヌス、バガラータン、ラプトレックス、ドビル、ドリプトサウルス、アレクトロサウルス、シオンゴアンロン、アパラチオサウルス、アリオラムス、のあたりでございます。はい、あのね、ここら辺をあの、まあ、なんか名前だけ聞いてもさ、なんかあはい、いろんなのいるねっていう風にこう多分なると思うんだけど、いるね、もう、うん、あのまあ、なんか、ざっくりと言うとあの、ね、ここら辺の仲間はまだ小さいものが多い、比較的ね。あなんかでも確かにちっちゃそうに見える、うん、比較的あのなんか、まあ、あの結構アリオラムスとか、まあ、でっかいのもいるんだけど、あの少なくとも、10メートルに届くようなものっていうのは、まあ、いない感じです。あーなんかさ、うん、あれだね、うん、あきょうから始まるのが多いね。そうね、あきょうから始まるの確かに多いね、それは確かにそう、ここら辺はね、あのなんかね、モンゴルのやつとかもあの入ってきます、アリオラムスとかね、あのそういうものに関しては。そう、モンゴルのものとか、あとはあのやっぱりあのディロングみたいな中国のものとか、っていう感じですかね。そう、うん、あとはなんかあの北米のものとか、まあ、そういうのも入ってくるあの感じなんですけれども、やっぱりですね、あの私どうしてもあの中国の話をしてしまうんですけど、あのディロングから見ていきましょう。ディロング、こちらでございます、うんうん、ディロング、はい、うん、というわけでディロングです。あのこれ見ただけだとうってあのうってなると思うんですけれども、これね、あのディロングちゃん の, あの、まあ、これ体の部分ですね、あの頭のやつがすればこれ入ってなかったわ。あのディロング実はあの結構綺麗な頭が見つかっているんだけれども、そして写真もあるんだけれども、あのでもですね、これはあの中国科学院の許可が今取れないので出しません。はい、はいはい、そういう大人の事情もあるそうそうそう、なんかね、
結構その研究所でさなんか撮った写真っていっぱいあるんだけど、なんか基本的にその、論文とかにあなんか出すよみたいな時とかも許可がいるんですね、まあ、なのでちょっと、まあなんか出しても大丈夫なやつしか今出していないわけなんですけれども、ディロングはですねちょっと大きさ感を見ていただきましょう、こちらをご覧ください。はい、これですねめちゃちっちゃいです。多分ティラノサウルスジョーカの仲間の中で一番ちっちゃいのがディロングかなという感じになってまして、1メートルちょい、尻尾入れても1メートルあるかないかぐらいかな、なんかあれだね、かわいいね、かわいいね、やっぱこの人との比較を見るとなんかかわいいな、キャコってした感じで、そうそう、あ、まあ、でもさすがに1メートル以上あるか、さすがに尻尾とかがあるから1メートル以上あると思うんですけど、まあ、でも2メートルはいかないかなぐらいのイメージ感です。その頭の大きさが、中型犬ぐらいかな、そうそうそう、でそうですね、かわいい、これすごいかわいいの。そうで、ディロングは複数個体が見つかってて、でなおかつそのね羽毛の痕跡みたいなやつが見つかってるんですね。なのですごいモフモフに描かれるんだけれども、そう、まあ、これもやっぱり中国遼寧省のこれは日本語で何て読めばいいのかな、ベイピアオっていうベイピアオ市っていうところから、来て出ているものなんですね。そう、でこれは、まあ、なんかちょっと先ほど の, グアンロン君とはジュラ紀だったんだけど、それに比べるとちょっと後の時代であるとこの白亜紀前期1億2600万年前ぐらいとかに出ているのがこちらのディロング君でございます。はい、なんか飲めたくなるね。そうだね、これはおそらくですね、なんかちえり君 の, お家でもですね飼っていただけるのではないかなというふうな感じの大きさ感です。いやちえりは5センチだから、じゃあ捕食す食べる。そうだね、まあでもディロン君の口にはすごいフィットしそうな感じでいいですね。それはそう、そうな感じ。おいおい。そうですね、そうそう、ベイピアオサウルスでおなじみベイピアオ氏ですね、まさしく。そう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 。ね。なるほど、プシタコレペノマムスディロングを見て育った、すごいな。まあ、でも確かにありますよね、その世代のさ、なんか流行りの恐竜ってあると思うけど、マウルもアマルガサウルスを見て育ったところありますからね。わかりますわかります。ね、っていうね、こういうそのめちゃめちゃちっちゃいなんかディロングっていう風なこう仲間であったりとか、あとはね、この子かな、この子をご紹介したいんだが、シオンゴアンロンです。はい、なんかこれもまあ、名前からしてなんかお分かりいただけると思うんですけど、これも中国のやつなんですね。そう、でですね、これちょっとね、この写真だと分かりづらいかもしれない、ちょっとこのスライド大きくするんだけどさ、顔がむちゃむちゃ長い、顔長い、顔がむちゃむちゃ長い、すっごい長い、そうそう、顔どこってなると思うんだけど、ね、よくこうね、ちょっとね、見ていただくとですね、あるんですよ。ちょっと待って、これ拡大できるかな、今ですね、ちょっと配信の方に、あ、映ってますね、ちょっと大きくしました。ここの、わかるかな、このすごい細い、ワニみたいにすごい細い顔なの、わかりますかね。あ、これか、もしかして、こう、2匹いる？2匹はいない、1匹、後ろに確かになんか別の恐竜映ってるんだけど、めちゃくちゃ、あ、分かった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 、うん、あ、細長い、そう、むちゃむちゃ細長いんですよ、これなんかあれかと思った、なんか、あ、後ろにいるのは別の恐竜か、これ、そう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 、後ろにいるのは別の恐竜でっていう感じなんだけど、そうそうそう、頭があって、でなんかこうちょっとな結構長い首があって、まあ、からのこうなんか体があってっていう風な感じになってるんですね、この子。そう、そう、これもね、そのこれもなんか中国の蘭州っていうところで、まあ、蘭州の近くでこれは見つかっているものなんですね。先ほどのなんか、ものに、遼寧省とかさ、結構その北京に近い側の地域なんだけど、蘭州とかは、あれですね、北京から、私が夜行列車で
何時間 ?20 時間ぐらいかけて確か行った。20時間うん。新幹線で今は多分もっと早い。8時間ぐらいで行けるはず。おー、うん、20時間。よし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 。なんか、シアンゴアンロンと私話す？シアンゴアンロンもやっぱり私が、標本調査に、ランシュの方で見てきた子の一つなんだけど、なんか、こう、教授がさ、急に3日後にランシュ行くから準備しろっていうふうに言うわけ。あ、はいって。わかりましたっていうふうに、こう、なんかなって、じゃあって言って、基本的にさ、なんか、私お金ないから、飛行機とかが取れないわけ。で、飛行機取れないから、じゃあ、なんか夜行列車で行こうっていうふうに、こう、なんかなって、寝台列車でさ、こう、なんか行くわけ。で、寝台列車ってさ、なんか、等級が3つあるわけ。なんか、席だけあるやつ、なんだろう、3段の、ベッドのやつで2段のベッドのやつっていうのがあって、基本的に3段のベッドのやつ私は買うのね。なんか本当にお金がなかった場合はなんかその座るだけのやつを買ったりとかもするんだけど、まあ、20時間のさ、なんか旅をなんかベッドなしに過ごすのは結構きついわけですよね、やっぱり。いや、それはそうだろう。あ、でもね、全然なんだろう、中国の子たちとか全然そのなんか20時間とかでもお金なかったら多分そっちのなんかベッドなしの方とかも多分取ると思うんだけど、で、なんか、まあ、一応そのベッドのなんか3段のやつっていうのをこうなんか取って行くわけですよ、20時間こうなんか乗りながら。で、なんかさ、寝台列車の中って、基本的にご飯なんか自分でどうにかしないといけないじゃないですか。で、みんな、見たことないんだけど、そうなんだね。そうなんですよ。なんかね、そういうレストラン車みたいな、そんなおしゃれなものはないわけ。うん、そんなものはないので、まあ、どうするかっていうと、みんなやっぱ大量のひまわりの種と、なんかカップヌードルと、なんかあとはさ、お湯は自動で出るから、なんか水筒だけ持ってけばいいわけ。これ三種の神器だからね、覚えておいて。水筒は絶対に忘れたらなんかもう死活問題だから絶対に持ってってください。水筒とカップヌードルと、うん、まあ、ひまわりの種はあった方がいいと思う。ひまわりの種大事、そんな重要なアイテムだったのか。なんかね、おやつ代わりだし、なんていうの、ひまわりの種の殻入れっていうのが絶対に設置してある。はいはいはい、みんな食べるから、そのなんかそれの殻を入れるためのなんかゴミ箱みたいなのが設置してあって、もそこにみんなもうバンバン入れていくわけ。ひまわりの種の殻を。そう、でなんかそういうのもだからやることとしては、携帯見ながらひまわりの種をずっとかじって、いやあと何時間かな、寝よみたいな感じを繰り返すっていうのが列車の旅ですね。あれですね、寝台列車って結構、うん、過酷なんですね。あ、でも面白いよ。なんかなんていうのかな、なんかすごいさ、そのなんか風景とかがね、なんかあ、なんもないっていうトウモロコシ畑しかないみたいなやつをこうなんかずっとこうなんか見続けながらこう行ったりとか、なんだろう、あとはさ、もうずっと、あ、でもお湯出るからさ、なんかお茶は飲み放題だし、まあ、トイレも、うん、まあ、なんか使えなくはないから、うん、もういいっすよ。おトイレあるんだね。ある、一応ある。まあ、なんていうのかな、中腰の姿勢で、なんかお使いいただくのが基本なので、足腰を鍛えた方がいい。便座は使えると思わない方がよろしいかなという感じです。ね、っていう感じでさ、なんか20時間のこう旅を経て、蘭州に着くじゃない。で、蘭州っていうのは、ね、西の方だから、やっぱりここも中国の漢民族よりも、もうちょっとね、その海賊っていう少数民族とかが結構多い地域なわけ、こっちは。うんうん、シルクロードの途中だからね、ここは。うんうん、そうで、なんかそういう町に行って、なんかこのシオングアンロンっていうのをなんかじゃあ、まあ、見ましょうかって言って見せてもらうんだけど、うんうん、これのクリーニングを行っているのが鉄工所のね、すぐ隣にあるなんか部屋を使ってクリーニングをしてたわけ。鉄工所なんかね、工事現場みたいな、なんかね、そういう場所があって、でなんかここがうちのその蘭州 の, そういう恐竜発掘の、クリーニング場なんだよっていう風なところをなんかこう行って、なんか
それを見せてもらうんだけど、まあ、その脇とかでさ、なんかシオングアンロンのこうなんか、あの私は標本調査をこうなんかずっとするんだけど、あのね、まあ、とにかく顔が長くて、まあ、なんかびっくりしたわけ。なんか、あ、こんなになんかそのティラノサウルスの仲間でもなんか細長かったりとか、して形状が違うんだなっていうふうに初めて知ったのがこのシオングアンロンだったっけ、私は。あ、確かに本当に顔が、なんか最初わからんかったけど、うん、顔が長くてびっくりした。言われたら、いいみたいな。そうそうそう、全然なんかね、その、まあ、なんかティラノサウルス系には見えない感じなんだよね、本当に。そう。顎も薄いしな。そう、なんかそうそう、さっきのさ、そのティラノサウルスの分厚さと比べてみると顕著なんだけど、全然違うよね。なんかもう顔ワニみたいな感じだし、本当。そう。でね、なおかつ、私がこのシオングアンロンでびっくりしたのは、歯にセレーションって言われるギザギザがないの、基本。ギザギザがないということは噛めなくないですか？ね、実はその生き物の中でも、セレーションがないやつっていうのはいるんですよ。例えばなんだけどさ、ちえりくん、ね、ワニとかって、こういうギザギザがないわけ。え？ない。あ、じゃあ別になんかこう噛み切るのにそれいらないってこと？ね、食べる要は獲物によるんですよ。ほうほうほう。例えば、なんていうのかな、哺乳類の中でも、確かね、ハイエナみたいな感じの生き物っていうのは歯にギザギザがあるの、やっぱり。でこれはおそらくその、まあ、肉をさ、やっぱりなんかこう断ち切るというか、そういうのに長けてるのはこのやっぱギザギザセレーションがあった方がいいんだけど、例えばワニとかだと魚を食べるでしょ。あ、ワニ、うんうん、あ、ワニは違うわ。ごめん、ワニによるなって今思ったんだけど、ワニってさ、そのなんか物によるんだけど、結構そういうガビアルとかは魚を食べるし、まあなんか多分その、ナイルワニとかアリゲーターとかそっちのクロコダイルとかに関してはまた違う陸生の生き物とかを食べると思うんだけど、このギザギザがこうなんかない歯っていうのは、まあ、要はその肉を断ち切るような感じの食べ方ではないっていうのとイコールかなって感じ。そう。え、じゃあどうやって食べるんだ？つまり、お魚であったりとか、あとは小動物丸飲み系とかは、まあ、あんまりいらないかなって気はするよね。昆虫とか小動物丸飲み、うん、でも不思議なのはこのシオングアンロンは結構大きいんだよね。この大きさでこの顔の細さでっていう風になると、すごい素直に考えるんだったら魚食っていう可能性もなくもないかもしれないけど、でもなんとも言えん、なんかそれだけでその魚っていう風にはちょっと結論を出しづらいところではあるね。あ、じゃああれ、もしかしたら、シマリスも食っちゃうかもしれんってこと？まあ口には入る。でもこの人ってさ、なんでティラノサウルスの仲間っていう感じに判定されたんだろう？あ、そうだね。まあ、なんかそれ以外の部分っていうので、まあ、なんか普通にティラノサウルスの仲間と共通の特徴があるんだけど、まあ、なんか頭骨のところとか、あとはなんか腰の方とかにいろいろ特徴が出るんだよね。そうだね。でもね、なんかティラノサウルスの仲間ってその結構なんていうのかな、頭とか腰とかに特徴が出る生き物だから、なんかそこら辺が残ってるとあんまなんか研究しやすくはありますなという感じ。なるほどな。そう、ちなみになんかシオングアンロンはですね、今なんかここの部分が残っているよという風な図なのであった、まあ、頭からまあ、このあれだね、腰の部分にかけてっていうのが基本的には残ってる感じかなというところ。これね、でもね、ちょっともう一回見たいね。もう一回見ないとちょっと分かんないなっていう部分がいくらのあります、ほんと。いろいろと。いっぱい出とん、これって。比較的いっぱい出てる。何よりも頭が残ってるってのが大きい。え、めっちゃかっこいい。白馬勇敢竜って感じ。あ、そう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 。かっこいい、かっこいい、かっこいい。めっちゃかっこよくない、名前。あ、そうそうそう。めっちゃかっこいい。かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。これがその中国語での名前なんだけど、まあ、要は、このシオングアンロンっていうふうに言ってるところが、この白馬よりも後ろのところなのね。オスっていう、オス、寒竜っていうので、シオングアンロンなわけ。バイマーシオングアンロンっていうのがこうなんか名前なんだけど、確かね、このバイマーっていうのが地名じゃなかったかな、確か。え、この白魔道士みたいなやつ。あ、そうそうそう。白い魔っていうふうにこうなんか書くのが、このシオングアンロンの後ろの方の名前なわけ。っていうね、なんか結構なんかかっこいい中国語名があったりとかもするのであった。
ちょっとこれ使っていきたいね。そう、あの、今までさ、ちえりちゃん何言ってんだって思いながらさ、聞いとったけど、これは使っていきたいね。わかります、ちえりちゃん、これは。ね、あ、すごい、マサイさんは中国、あの、懐かしの中国の寝台列車っていうふうにおっしゃってるから、行ったことあるんですかね。それはなんかすごい、あの、なんか旅慣れてらっしゃるなっていうふうな感じですけど、なかなかその、うんうん、やっぱあれですよね、あの、個人でその、ま、中国の寝台列車、あの、行こうっていうふうにこうなると、結構やっぱ慣れてる方じゃないと難しいですよね。そう、深夜バスよりは、でもね、あの、絶対そうだと思います。深夜バスよりはね、絶対、あの、なんか、ベッドあるし、あの、快適だと思います。あのでもなんかね、なんか大体基本的にあの田舎から出てくる人とかもいるので、なんか外国人だって分かると、え、外国人初めて見たって、ちょっと一緒にさ写真撮ってくんないって言われたりとかします。あ、はい、いいっすよみたいな。そんなに珍しいですか。あの、まあ、あの、うん、あの中国のマジ、あの、その田舎の方っていうのはいわゆるアジアの田舎の風景だから、まあいないわな、外国人は。うん、確かに。いないです。あの、まあ、私はさ、そのアジア人だからまだいいけど、これがその白人さんとかがいたら大変よ。もうなんか、あの、パッと見で分かっちゃうから、あ、あいつ外人やーっていうふうにこうなんかなって、みんなですごい写真撮られる気がする。写真撮られる、面白いな。結構、結構、結構なんか普通になんか、あーっていうふうに言われそうな気がするのであった。そう、あの、というわけでですね、あの、まあ、なんかようやく、あの、なんか、あの、一番最後のグループというところで、次のところをご覧ください。はい、というわけで、ようやくたどり着きました、ティラノサウルス科というものですね。はい、あの、今まで、あの、ティラノサウルスジョー科っていうふうに言われる大きなグループを見てきたんだけど、あの、その中にティラノサウルス科っていう、まあ、あの、小グループが入っています。はい、で、まあ、このティラノサウルス科のグループっていうのは、あの、まあ、大体、ね、あの、まあ、北米または、アジアの方で出ている、あの、すごく大型の仲間で、これが、まあ、要はあれですね、ティラノサウルスレックスを含んでいる仲間になってくるわけです。なるほどね、でかいやつだ。ティラノサウルスレックスくんね。そうそう、ティラノサウルスレックス、あの、を含んでいるのはこのティラノサウルス科っていう風な感じのものになってきます。そうで、ね、あの、例えば、あの、アジアではこんなのが出ているっていうところで、こちらをご覧いただきたいんですけれども、アジアの代表的なティラノといえばこの方、タルボサウルスバタールですね。はい、代表的な聞いたことあるぞ、この方。うん、そうなんですよ。あの、まあ、でもぶっちゃけ、あのね、あの、タルボサウルスはもともとアジアのティラノサウルスっていう風に言われてたぐらい、めちゃめちゃティラノに似てる大きさ感とかも含めて、そうなんですよ。あの、まあ、これ、あの、なんか全身が今映ってるやつをこうちょっとなんか配信の中にこう出しているんですけれども、はい、あの、まあ、頭 の、 あの特徴とかで、あの、まあ、なんかタルボサウルス、アンティラノサウルスと違うところが結構あったりとかするんですけれども、あの、まあまあ似てる、すごく、あの、似ててね、あの、なんか、うーん、90年代ぐらいとか、あの、の古い議論の中だと、あの、このタルボサウルスっていうふうに呼ばないで、あの、ティラノサウルスの亜種として扱うっていう考え方もあったぐらい。そう、まあ、多分今はさすがにそういう風には言わないと思うんだけどね。なんか、さ、そのモンゴル の、 そのおじいちゃん の、 あの、なんか研究者の方とかと、あの、話した時とかに、あの、まあ、このタルボサウルスっていうのを、あの、君は、なんかこれはティラノサウルスのなんか足として扱うべきだと思う、それともなんか別種だと、あの、すべきだと思うっていう風な感じで聞かれたこととかがあるんだけど、あのね、アジアのなんかそういう古生物学会あるじゃないですか。で、うん、あの、そうするとさ、なんか、まあ、結構ね、国ごとにさ、なんかみんなテーブルが分かれたりとかするわけで、あの、まあ、大体ね、そのロシア人とモンゴル人が集まってるテーブルはみんな恐れていかないのね。あの、なんでかっていうと、あの、みんなさ、その飲んでるお酒がみんな、あの、なんかその梅酒とかウォッカとかだからすごい強いから、うん、あ、なんかそこに、あの、なんかね、あの、行こうとすると飲まない。あの、なんか、あの、私はなんか、あの、偶然そこのなんかところでなんか座ってて飲んでたから、その議論の中で、あの、出てきたんだけど、あの、でもそうだね、それはまあ
かなり難しいね。なんかね、実はそのティラノサウルスの議論の中でも、今北米でティラノサウルスレックスっていう風に呼ばれている標本の中には、3種類本当は違うティラノサウルスの仲間っていうのが含まれているんじゃないかっていう風な論文とかも実はこの前出てて、なんかそれもね、なんか話題になったんだけれども、骨だけでそれを見分けるのかなり難しそうな気はしますね、本当に。ね、そう、まあ、このさ、そのなんていうのかね、種と種の間の距離っていうのって本当にそのなんかタクサによって、タクソンとかによって全然違うものだから、うん、まあなかなかこうっていうのはね、難しいところなんですけど、まあ、それぐらいこうよく似た、ティラの仲間っていうのが、アジアからも出ているのであったという風なところでした。はい、まあ、このね、まあ、なんか、タルボサウルスのやつとかも、こちらにも出しておくんですけれども、そう、まあ、こういう感じでございます。はい、これもあれか、ティラノサウルスに近いということは、うん、こいつも強いんですか？まあ、そうだね、まあ、何をもってして強いって言うべきかっていうところだけど、まあまあ、でも基本的にはすごく噛む力っていうのとかもおそらく強いだろうし、まあ、なんていうかね、攻撃力というか、まあ、アタックする力っていうのも無論体が大きい分大きかったであろうなというふうな感じ。ほう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 。はい、というわけでですね、大体ここまでが、ティラノサウルス第1回というところで私が用意してきた資料なのであった。どどん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 、はいはい、面白かった。なんか、うん、ティラノサウルスこんなに分かれるんやっていうのを、うん、なんか改めて知った感じ。なんかあんまり知らんかった。私、うん、そう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 、まあ、なんかまあ、ティラノサウルスの仲間っていう風にこうなんか言っても、まあ、やっぱりこのね、プロケラトサウルスっていうなんかちょっと冠とかこの突起がついてるのが特徴なんだけど、突起のついてるプロケラトサウルスの仲間だったり、まあ、もうちょっとそのなんか小型であったり、まあ、するティラノサウルスのこうなんか仲間であったり、あとはその北米にたくさんいる、まあ、この大型の比較的大型のティラノサウルスの仲間だったりっていう風な感じで大きく3つに分かれております。ねえ、そう、そうだね、あとはね、なんかね、このティラノサウルスの仲間のやつだとズケンティラヌスっていうのがいて、これも中国で見つかってるものの一つなんだよね。おう、そうで、なんかね、これもこれはね、三等賞っていうところで見つかってるやつで、ね、これも行った時びっくりした。ティラノサウルスのボーンベッドみたいなやつがあるんだよね。うん、ボーンベッド、うん、ボーンベッド、いわゆるそのなんか骨がなんかバババババってこうなんか並んでるみたいな、なんか墓場みたいな感じのそうそう、まさに墓場みたいな感じの場所があるんだけど、ね、この図剣師かな、っていうところにジルチャンっていう、ジルチャン市っていうところがあって、そこにね、現地型のボーンベッド型の博物館が2カ所ある2カ所あるのがすごいんだけど、1個はそのズケンティラノスを含むティラノサウルスの仲間っていうのが結構たくさんある、ボーンベッドで、もう1個はね、カモノハシリュウとかの草食動物のとかがね、いっぱい入ってるそのなんかボーンベッド、なんかそれがね、廊下みたいに200メートルぐらい一直線に骨がね並んでる場所があるんだよ。そう、っていうすごいボーンベッドがあるのが三等賞の図剣師っていうところですね。はい、そう、っていう風なね、感じで、まあ、だからですね、なんか説明していくと、まあ、なんか分かるんですけれども、実はその全部の種類っていうのが見つかってるのはもしかすると中国だけかもしれんなと今言いながら思いました。はい、すごいな、なんか中国すごいな。そうそうそう、中国だからなんかね、その割とティラノサウルスの研究するのはやりやすいんだよ。なんかいろんなやつが見つかってるから。そう、まあ、ちなみになんですけど、でも実は日本のティラノサウルスっていう項目をちょっと今日はですね、資料が間に合わなかったんだけれども、日本でもティラノサウルスの仲間っていうのは結構いろんなやつが見つかってます。そう、でもこれがですね、日本で見つかっているティラノサウルスの仲間っていうのはね、基本的には歯なんだよね。歯、うん、あ、
歯です。ティラノサウルスのね仲間っていうのは、前歯が実は特徴的なんですよ。チエリ君、前歯が。え、何？チエリのこと呼んだ？げっしるいこと。そう、なんかね、ティラノサウルスの仲間っていうのはさっきも言った通り、噛む力が強いっていうのがなんかすごく特徴なんだけど、それのおそらくまあなんか適応の一つとして、このね前歯の形っていうのがなんかちょっと四角い形になるの。ほうほうほう。で必ずね、なんていうのかな、前歯が、右側4本左側4本で合わせて8本、うん、っていうのに基本的にはこうなんかなってくるんだよね、うん、そう。でその箱型のその前歯っていうのがこう出てくると、まあ獣脚類をやってる人だとパッと見て、うん、あ、これはティラノだっていうのが分かるわけ。なのでこのさ、その日本でもまあティラノサウルスの歯っていうのがいくつかこう知られているっていう風な感じですね。うん。出てくるのや。そうだ。なんか私もさ、そのなんか発掘現場でやっぱりティラノサウルスの歯が出たことがあって、うん、なんかさ、なんか変なもの見つかったんですよっていう風に見せてもらった時に、あ、これはティラノの歯ですわって言うのがこうなんか出て、なんか発掘チームで盛り上がったっていうこととかがあります。ね、おお、そうっていう、うん、っていう感じ、っていう感じ、みんな、っていう感じ、うん、ティラノサウルスのことが少し分かってもらえただろうか、ね、これは、ね、2がいるね、2がいるんすよ。まだ全然話せてないのがお分かりいただけただろうか、2がいるんですね、これね。そう、まあそうですね、なんかティラノサウルスがさ、まあ本当に今日は、うん、なんか概要というか、まあなんか種類的にこんなやつがいるよっていうのの紹介だけだったんですが、まだ、うん、ティラノサウルスレックス君というやつがどういうものなのかっていうのは実はですね、あんまり出てこなかったんですよね。出てこなかったね、これは。そう、なんかね、そっちからなんか話そうかなっていうのもちょっと思ったんですけれども、それはですね、ちょっと第2回に回させていただきましてね、先にちょっと他の仲間っていうのがどんな感じなのかっていう周りの状況からなんかちょっとお話しさせていただきました。多分このさ、そのプロケラトサウルス類とか他の基盤的なディロングみたいなやつとか、シオングアンロンみたいなやつとか、まあ、あとはタルボみたいなやつとか、そういうものとこのティラノサウルスっていうのを比べてみて、初めてこのティラノサウルスっていうのが一体どういう恐竜なのかが分かると思うとマウルは思ったのであった。マル。あれだね、ティラノサウルスジョーカーのことが分かった。うん、あ、そう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 、うん、今日はまさにティラノサウルスジョーカーの説明でした。ジョーカーのことが分かりました。そう、まあ、でもティラノサウルスジョーカも、まあ、なんか30種類全部説明していくと、まあ、時間は足りないよねという風な感じではあるんですけどね。でもね、面白いんだよティラノサウルスジョーカは本当に。なんか本当にそのね、白亜紀、まあ、ジュラ紀中期からこのティラノサウルスジョーカっていうのは登場するんだけど、ジュラ紀中期に登場したこのティラノサウルスの仲間っていうのが、いかにその北半球とかで繁栄して大きくなっていくのかっていう、なんかね、その流れっていうのがこうあるわけ。で結構ね、白亜紀の真ん中頃までは全然そのティラノサウルスの仲間っていうのはそんなにその支配的な、なんか肉食恐竜じゃないんだけど、白亜紀の後ろになるにつれて急に後退劇が起こるの。それまでそのなんか北半球とかに支配的にいたそのアロサウルスの仲間とかと、このティラノサウルスの仲間っていうのがそこで急に交代する時期っていうのがこうあって、あ、なんかこんな、そのなんかなんか熾烈なやっぱり生存競争っていうのがなんか中世代にもあって、でそれに何らかの原因でティラノサウルスの仲間っていうのが勝って、それで最終的に巨大なティラノサウルスレックスっていうのが登場するんだっていうのが出てくるっていう、すげえ熱いんですよ。わかるか、チエリ君。熱いな、熱いな、ティラノサウルス。
そう、まあ、でもなんかね、あのそういう同じような熱い物語っていうのがそれぞれの恐竜の種類にやっぱりあるわけなんですけどね。ドロマイオサウルスの仲間っていうのもあのやっぱりそれと同じようにすごい熱い交代劇っていうのをこうなんか繰り広げているわけなんだけれども、ティラノサウルスの仲間っていうのはやっぱりそのね巨大化っていうところとすごく関わってるから、あのこれがねなんかあここであのいきなりティラノサウルスの仲間が巨大化するんだっていうのがね分かるのがすごく面白いっていう魅力でございますね。さすがですね。うむ、そう、そうあいいですね、皆さんあの推しとかも、なんかですね出てきてくださって、そう、なるほどなるほど、アクロカントサウルスがいいですね、あの推しなんですね、素晴らしいね、そう、というふうな、感じでございました。わーい、お疲れ様でした。情報量が多かったっていうふうに言ってくださって、多かったなそうだね、そうだね、なんかなんかちょっとバーってティラノについて語ってしまった、すっ急にいつものモードに戻るマウルであった。ああお餅が食いたいな、お疲れ様です、お疲れ様今日は3回目だからな、3回目では、そうですね、まあ、ちょっとあのいつもの、部屋に戻って行っていこうと思うのであった。あでもちょっと待って、なんかあの最後だからなんかあやねの、あじゃなかった、チエリの部屋にちょっと行こうか。あでも待って、チエリの部屋ちょっと準備ができないかもしれない。まあいいや、いつもの部屋に戻りますすはい、というわけでいつもの、部屋に戻ってきたのであった。戻ってきたよ、戻ってきたよ。チエリくんは一体どのティラノサウルス城下が好き？チエリはあのちっちゃくてもふむふしたやつが好き。ディロングちゃんだね。うん、ディロングちゃんはね、実は漢字で書くと帝の竜って書くんだよね、うん、えらいじゃん、えらいんだよね。 えもうちょっとチエリが乗りこなすわ。乗りこなすのか、乗るのか、チエリが。かっこいいだろ、まあ、かっこいい、いいと思いましたね。そうですね、リスナーの皆様におかれましては、ぜひ推しのティラノサウルスジョーカーを見つけていただけると私は個人的にとても嬉しいのであったね。推しを探すんだぞ。うむ、あやねさんいかがですか、なんか推しのティラノサウルスジョーカー見つけていただいたでしょうか。ガンロンが好きだよね。ガンロン、あーガンロンね、ガンロンかわいいもんね、うん、そう、頭がかっこいいからね。うん、わかるわかる。さあ、なんかこのグアンロンちゃんってさ、中国の古脊椎動物研究所っていうところにホロタイプが置いてあるんだけど、なんか私結構北京に大学があったからさ、このグアンロンとかはよくその標本調査とかに行ってたのね。だからなんかすごい馴染み深いというか、最初の頃さ、なんか本当にその研究のやり方とかがよく分かんない頃とかに、グアンロンとかをこうなんか見に行って、ひたすらこうなんかスケッチをするとかをしていた、なんかすごい付き合いの長い子だから私も大好きです、グアンロン本当に。いや、いい、なんか復元がも派手派手しくていいなと思って。そう、うん、なんかね、やっぱりこのプロケラトサウルス類はこのなんか突起がつくのが特徴だから、なんかこの突起がすごいなんかこう派手に描かれるんだよね。そう、これもね、なんかそのなんていうのかな、何に使ったのかとか、例えばその私有差があったのかみたいなところっていうのも、まあ、まだちょっとよく分かってないところではあるんだけど、あれだよね、まあ、低い鳥じゃないんだけど、そういう風に何らかなんか草をかき分けるみたいな、なんかそういう機能があったのかもしれないし、まあ、そういう性的なディスプレイみたいなところもあったのかもしれないし、みたいなところがあったりとかするんですよね、うん、うむうむ、嬉しいな。なんか私はなんか私もなんかやっぱりディロングとグアンロン、なんかどっちもなんかすごいなんか推しの一つなので、なんかそう言っていただけると嬉しいね。でもなんだかんだで結構今までの配信で少しずつ名前が聞いたやつが出てきて復習にもなってよかったですね。そう、うん、そうだと思います。そうそう、なんかさ別の話の時とかにさ、なんかアンディロングがさとかグアンロンがさっていう話はしたんじゃないかと思うんですけど、ちょっとまとめ見てみると、うん、まあ、あそうか、実はこれティラノサウルス の, 近い仲間なんだなっていうのがこうなんか見えるとよかったかもしれないですね。うんうん、あ、陣長さん、推しというほどでもないけど、ダスペットサウルスは子供の頃読んでたトリケラトプスの絵本でライバルポジションだったので印象が強い。
いいですね。そこでダスプレトサウルスを出してくださるのがさすがだと思います。あの、私もダスプレトサウルスは推しです。すごく推しです。うん、ね、あの、まあ、でもなんかさ、そのカナダのやっぱりあのティラノサウルスの仲間っていっぱいあのいるから、どれをね推しにするかちょっとなかなか選びがいがありますけどね。あのなんかあの標本が美しいゴルゴサウルスを推すのか、あのそれともちょっとあの華奢でなんかあの頭とかもちょっとなんか、あ、細いって、あの可愛いティラノだねっていう感じのアルバートサウルスにするのか、それともう、ティラノと見分けがつかねえっていうダスプレトサウルスにするのかっていうところは好みが分かれるところですけど、そうダスプレトサウルスはなんか私発掘チームで、あのダスプレトサウルスを発掘するっていうチームで行ったことがあるので、やっぱり推しですね。あの、いやあいつね見つかんなくてね苦労したよね、うんみたいなのがすごくあります。いいですね。あの皆さんどんどんティラノサウルスジョーカーを好きになっていってくれ。いいぞいいぞ、うむうむね、あのティラノサウルス X ってやっぱりあのすごく一番あの恐竜好きの中でもファンがあの多いところだと思うんですけれども、あそう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 、あの、あでもね、あのそれ以外 の、 あのところというのもぜひぜひ注目いただけると嬉しいのであったね。えというところでございましょうか。あの本当に、皆さんティラノサウルス第1回ありがとうございました。わーい、はい、どこ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 、そうですね、なんか次回は1回分にまとめたいですね。あの1、2、3ではなく、3はね、そうです、さすがにねちょっと、あ、やってしもうたっていう風な感じでございました。いやー、まさかね、うん、マウル君のパソコンがね、うん、ね、本当にね、あのちょっとね本当に 3D で遊びすぎたね、なんかちょっとデータを詰め込みすぎたなというふうに思いました。本当にね、あのというわけでですね、あのまたなんか、次回はあのまたちょっとね、あの違う内容を、やっていくと思うんですけど、またねあの第2回もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。わーい、わーい、ティラノやるよ、ティラノやるよ、またやろうなね。あの、あやねさん、あの次回はまたちょっとなんか別のプログラムをやっていくんですよね。次回は何をやっていくんでしたっけ。次回はですね、あ、次回はあれですね、あの私の方のチャンネルで健やか VTuber のあれですね、閉会配信ですね、次回は。なるほどです。あのという、そうですね、あのというわけで、あの次回はね、あの、まあ、ちょっとあの健やか VTuber の総まとめというところでやっていきたいと思うんですけれどもね、またまたぜひぜひそちらの方もお楽しみでございます。あー、うん、これだな。あ、あ、ね、うん、うん、なんでもない、でもない、ちょっとコメント欄をなんか見てて、あーっていうふうにこうなんかなってましたねえ、なになに、チエリどうしたの。いや、チエリが優勝する晴れ舞台だなって言ってたでもね、あの今回1位でしたからね、チエリくんね。そう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 、ありうる、うん、ありうる、ありうる、全然ありうる、全然ありうるね。そうそう、あのさ、ファイザンがおっしゃってるんだけどさ、あの慶長サウルスとかも性的2型のやつが出てましたよね、今年。あの中島先生とかのやつですよね、確か。出た出た出た出てた、うん、ね、うん、見た見た、そうそうそう、私も、うん、慶長サウルスさ、なんかちょうどなんか私もなんか授業とかでやった直後だったから、ああこれ、いや紹介しようって思って紹介した声がありますいいですよね、無限に古生物の話ができちゃうね、うむうむ、生物だね、うむうむ、いいね。なんかね、最近 RPNP 配信が私完全に古生物一色にこうなんかなってきていて幸せです。また次回もいいことだよ、やっていこうな、やっていこうな、うむうむ、やっていこうな、やっていこう、うん、でもなんかその古生物のリクエストは随時受け付けておりますので、あの皆さんこれを特集してほしいとかあったらですね、あの私の方にぜひぜひあのリプランとかでもコメントいただければと思います。はい、じゃあまああとはでは来週の、告知がある方は告知をしていくタイムといたしましょう。どどん、だよ、うむ、告知、告知タイムだよ。はい、告知がある人、はい、しん、あ、あった、はい、いるよ、私はあります、はい、お願いしますはい、来週も一応水曜日にリスパンネコラジオが河北であるのと、イエイ、木曜日と金曜日に私のチャンネルの方でリスパンネコラジオのアーカイブが上がります。わーい、
いえいえ。で、それでね、あの、私は来週、学会、うん、あの、無事生物学会に出ますので、うん、そちらの方で6日に発表があります。もしね、まあ、ここではいないかもしれないけど、無事生物学会のね、うん、あの、に、あの、来られる方がいらしたら、ぜひぜひ聞きに来てくださいということでーす。うん、わーい。はい、わーい。はい。そうですね、あとはね、あの、まあ、12月になりましたのでね、あの、まあ、我々におかれましては、あの、コミケが近いというところもございます。確かに、近いね。はい、あの、またね、多分、あの、コミケ、あの、あやねさんが、あの、今回も、受かっていらっしゃるので、おそらくこれから、コミケで何するっていう、あの、話をしていかないといけませんね。でも、なんかさ、噂によると、今回はなんか、古生物に関わる、あの、本が出るとか出ないとかっていう話もありますよね。あらですね。まあなんか、今年さ、私自身も古生物と関わることが非常に多かったのでね、うん、なんかそれの作品があるので、そういうので出していければいいなと思っております。わーい。わーい。ね。嬉しいよね。あの、このさ、なんか私はね、今年あやねさんがいっぱい古生物系の仕事をしてくださったのがすごい個人的に嬉しくって、なんかあのニコニコしながら見ていたわけなんですけれども、いやいや、ありがとうございます。皆さんのおかげですわ、ね、ほんまに。なんか同人誌の方もそれに関わるのが出るとか出ないとかっていう話があって、今からワクワクしております。で、そちらのどこ出ないとかね、そうなんかそれのね、あの情報とかもこれから出てくると思うので、うん、ぜひぜひですね、あのこちらの、3人の、Twitter、そして YouTube の方、ぜひぜひご登録いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。登録してな、頼むぞ、うん、はい、ありがとうございます。でも本当に、あの、本当にこの最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。あの、なんかですね、さすがに第3回は RPNP でも、あの、なんか初めてやらかしてしまったやつなので、本当にありがとうございます。あれ、ほぼ皆さん来てくれてますよ、うん、ほぼ皆さん追跡してきてくれる。はい、本当にありがとうございます。そう、というわけですね、ドゥーチェさん、マヨセアルマさん、ごめんなさい、名前、読み方がわからなくて、そう、コミケで古生物の本あるんですよ、意外と実はあるかも。でも、作るか、作るぞ。そう作りましょう。あ、道明さんもお疲れ様です。店員さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。ハクビさん、ジュセンさん、あ、そして、あの、シャノンちゃんもこんばんはです。そしてマサイさんにファイさんもありがとうございました。そうですね、陣長さん、ジョエルさん、ありがとうございます。卵屋の化石さん、猫さん、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、どん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 、あの、そして、千鳥さんもありがとうございました。いやー、なんか、あのね、コメント欄の、そしてレベルが高くてめちゃめちゃ面白いんですね。あの、なんかすいません、全部本当に反応できなくて申し訳ないんですけれども、とってもありがとうございました。ただのひろださんもありがとうございますね。そんなところかな。そしてあやねとちえり、ありがとうね。いやいや、お疲れ様です。あ、そうなんだ。昔、あの、コミケに出してましたっていうふうにおっしゃってる。あ、いいですね。先輩や。本当に。そうそう。なんかですね、あの、RPNP、なぜか、あの、なんか、コミケで、ね、なんか、あの、なんか、なぜかね。なぜかね、あの、出すこと、あの、いたりとかいなかったりとかするという噂がないとかあるとか、そういう。あるとかないとかね。そういう曖昧な存在としてね、なんかいるんですけれども、あの、またね、なんかコミケの時期になったら、あの、ちょっと楽しみですよね。あの、そこでも、今年も準備していきたいと思います。じゃあ、あの、今日もオツアニマルで締めていこうか。いいかい？二人とも大丈夫かい？大丈夫です。大丈夫よ。というわけで、本日も皆さん、オツアニマル！オッツアニマル、オッツアニマル、じゃの、じゃの、じゃの。